FM 93.0 AM 1242 日本放送です。中川家 The Radio Show。 日本放送機の皆様どうも、中川家のレイジでございます。どうも、剛です。はい、今週も始まりました中川家 The Radio Show。 今から3時30分まで生放送でお送りいたします。こんにちは。こんにちは。こんにゃにゃちわ。こんにゃにゃちわと来ましたか。はい、来ました。なんでこんにゃにゃちわなんでしょう。というわけで、うんうん、そう、うんとかやめてくれる。そう、もう、ふんふんってそんな。また何も言うてんのにね。何も言うてへんねん。言うてんのにな。20日は、あの、セカンドでしたね。ザ・セカンド、フジテレビ。はい。ギャロップが優勝。ギャロップ、よかったです。ギャロップ19年 ?19 年です。おめでとうございます。おめでとう、1000万いただいて。ね、林くんがね、はい、それでツイッターで、うん、結婚しました、みたいな。あ、なんかね、ヤフー優勝して勢いづいて結婚したんやと思ったら、うん、その後、うん、優勝したから結婚したわけではありません。優勝の前にもうプロポーズしていました。ことをね。それはええやん、かかんで。もうそういうとこが、もう皆さん、そんなご存知ないかもしれないですけど、林くんっていうのがそういう人なんですよ。もう言われんのが嫌で先言うみたいな。別にええやん。まあそう、優勝して結婚したな、でええやん。ええと思う、それで。僕も実際そうでしたしね。うんうん。うん、優勝、M1 優勝して結婚しましたから。そうね、そのあったやもん、ね。お金入るから。別に何もそれが悪いの。そうそうそう。悪いことじゃない。せでええやん。うん、せえな、なんかそんな言い訳みたいなの書いてんの。別に優勝したから結婚するわけじゃありません、みたいな。ええやん、別に。林くんですね、そういうとこが、もう、いちいち。お前何や、優勝したから結婚したんかいって誰かに言われたら、いや、違うんですよ、で、ええわけ。いや、違いますよ。で、ええやん。うん、もうそれも言われたくない。言われたくない、ね。もうかっこ悪い。かっこ悪いか。かっこ悪くはないけど。毛利くんもなんか言うてたんでしょ。毛利くんはね、毛利くんの方がちょっと変やもんね。そう、変ですし。毛利くん、黒田さんがね、メッセンジャーの黒田さんが、もうギャロップずっと可愛がってて。うん、うん、そうですね。ね。で、ショートメールで、おめでとうって言ったら。もう何時間か帰ってけんかってんけど。うん、で、今度、黒田さんがYouTube やってるから、はい、YouTube 出てくれるかって言ったら、毛利が、タイミングが合えばお願いしますって書いてた。いやいや、腹立つわ。何歳急に忙しいふりすんねん。黒田さんがもう天狗か。そうやろ。お願いしますでええやん。そうやね。うん。タイミングが合えばって、なんかもうなんか忙しいアピール。なもう心配なんですよ、僕、ギャロップは。そういうとこ、そういうとこが。そうなんですね。うん、林くんのそのツイッター見ても、もう、いや、嫌いやわ、そういうこと書くの。ええやん、別に。黒田さんとか剛さんはもうよう分かってるもんね。特に林くんから、うん、林くんをね。可愛がってたし。そうそう。ようね。心配。余計な一言いらんのよ。優勝して結婚しまして。調子乗ってるわーで、ええやん。いいんです。それでええと思います。でも調べ、もう調べたったよ。ほんまに忙しいんか思って、なんか忙しいアピールやから。ほんだら、優勝した翌日、神保町サンステの、その後大宮行ってるんですよ。何やねん、それはそれでかわいそうやな、言うて。優勝したあるやろ、NGK 出るとか。まあね、確かにそらそうやわ。なんかテレビも生放送すぐボンって入ったりとかね。東京グランド花月言うて、国際フォーラムでやってる、うん、そっち出るとか、できるやん。なんぼでも。神保町やで。神保町。100ぐらいのとこで優勝。若手の劇場ですから、ね。そうそうそう。優勝してそこに行ったり。それもかわいそうすぎるやろ、言うて。その時客50人ぐらいやった。優勝したギャロップがね。ねえ、いや、ほんまにね。いや、僕はもうずっと見てましたけどね。うん、あれなかなかやっぱベテランの、そう。みんな風格ですよね。怖くなかった、なんか最後しか見えへんとか言ってたけど。うん。いや、もう全部見ました、最初から、ね。見たらね。ギャロップテンダラーが戦ったからね。これはすごかったね。5点差ですよ。テンダラーが負けましたけどね。うん、ねえ、ほんまに。はぁ、素晴らしいですね。金属バットもまあ良かったですね。良かったですね。もうトップバッターですから。それでも点数そんな変わんないですけどね。変われへんね。お客さんがね、うん、点数入れてっていう。そう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 。素晴らしいですね、ほっとり。なんか、煽りも少なくてね。だからこれ15年以上でしょ？そうですね、16年か、16年から。うん。だから30年以上もやりましょうよって。あ、これなんと。どっか。
ね、テレビ局の誰か聞いて聞いてる人いたら。そうね、30年、30年以上面白いで、絶対6分でええんかな、時間は。3分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 短いですね。いや、ちょっと見たいけどな、それ見たいで。3分見たいな。30年以上の30年以上出場メンバー、うん、登場言うてもう50過ぎてるやな、30年やったら。そうですね。ねえ、20歳でやったとしても30年でも50で、だから我々はもうダメなんです。え、あ、俺ら優勝してるから出れないですけど。そうか、なんかそういうのがあれば無理みたいな。そうです。だからあの巨人賞16年以上とかあかんねんで。30年以上やから。30年以上か。30年からですか。30年からからだから18で始めてももう48や、うん、48やね、うん、若くて48、うん、あかんねや。30年から、うん、あの制限なし、制限なし。だはるかかなたさんとかも出てこれるしやね。まあそれいっぱいおるよ。いっぱいおる。のりおよしおさんとかね。うん、しましまあんずさんとか。あ、そうや、しましまあんず出れるからね。我々の先輩ですからね。どうすんねや。そういうのも見てみたいな。面白いやろな、ドキドキして。いやー、ほんま。これも、これも、それも審査に立てない。セカンドみたいにお客さんが審査するみたいな。あ、審査なしですね。なし？ええ。え、どうするで、最後みんなで決めるっていう、うん、投票をテレビのあの、ね、テレビでボタンで、あ、D ボタンで、うん、最後だけみんな戦って最後で誰が良かったかそれだけですね。途中何も点数が何点とかもなく絶対煽れへんねや、うん、番組的には。そうですそうです。で最後軽くもあの一番良かった人に、一番良かった人に D ボタン、ね、1000万1000万うん、面白いですよね。誰が優勝するやろ。誰、いや分からん。30年以上は想像もつかんな。だってそのまあ言うたらね、漫才協会の東京のね、あの上の人もいてるからね。出れますよ。芸歴50年でも出れますからね。うわ、面白い、見てみたいですけどね。司会は誰、司会誰がええんやろうな。霜降り明星とかがいいんじゃない若い、ね、いいですよね。フレッシュな CM で、ね、あ、MC で、 MC でね、審査員はさすがに立てられへんかな、あの、ね、無理や。告知してもいいですか。あ、いいですよ。ちょ、チケット売れてないので。そんなええの言うて。はい、うん、猫と私とスマートフォン、写真フォルダ、お店は集いっていうのが、うん、キノコニアサダンシアター。売れてないわけないやろこれが。高島屋であります。出演者は私、うんうん、チュートリアル得意、トロサーモン久保田、ミキアセイですね。もう豪華やんか。猫のイベントなんですけどね、うん、これが売れてない。売れてないですね。ぜひ来てください。配信もありますのでね。あ、配信もね。ただ猫を見せるだけの話じゃないですけど。猫好きがね最近増えてきましたんで。いや、多いけど、私も猫を飼っておりますので、うん、皆さん猫を見てニヤニヤしましょう、うん。これ前も言ったかもしれんけど、会場でかすぎひん。いや、でいやな、キャッパ知らんねん。キャッパはどれぐらい？ 400 ぐらい。400人が、ね、猫の写真見て、うだうだ言って、言うっていうだけの話なんですけど、面白いと思いますよ。猫好きにはたまらないと思いますよ。そらね、もう、そ、普通の猫好きが喋るわけちゃうから、そらまあ言ったって、そうそうたるメンバーで芸人やし。うん、それはまあね、みんな猫飼ってますし。それだけの話。なんか目玉はないの？目玉企画みたいな、なんか。こんなんやるみたいな。写真、ずっと写真。ずっと写真見ます。あらまあ。みんな、考えるのしんどかったんかな？忙しいから。いや、もうそれ、やりようがないね。猫連れて来られへんし。え、あかんの？犬みたいにほら、じっとしてないやん、猫って。バーって、どっかほら、照明の裏とか行ったらもう、二度と帰られへんやん、猫。できないんすよね、猫は。犬みたいにほら、そうか、ここ座っとけみたいになれへんやんか。なんかロビーとかにこう、猫放し飼いにして。いや、猫はもう無理やね。あかんの。あかんね。もう環境がちょっとでも変わると。変わるともう。あかんねや。うん。な、もう写真とか。逃げるからね、思いっきり、猫って。そうか、寄ってけえへんもんな。そうなんですね。犬みたいに。お座り言っても座れへんし。そうなんや。知らんがな、みたいな顔してるから。ちょっと無理なんですよね。だからまあそれも一辺倒ですね。写真見せる。動画とかない？動画。あ、動画もありますよ。動画撮ってるから。うん。うん。それを見てニヤニヤするだけの。面白いと思うんですけどね。
猫好きの人にとっては。いや、まあそうね。ほんまに。ただ会場がでかすぎる。400はちょっと、大きかった。そうですかね。猫見てもらおうというイベントなんですけどね。本当に。もう、猫が好きで好きでしょうがないというね。でも猫も全然違うんでしょ、特徴が。もう猫になりたいと思うもんね。毎日毎日。猫、だらーんって寝てんの見たら、ええな、こいつらと思いますよね。ご飯になったらニャー言うて、起きてきて、スリ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 して、あんな生活いいなと思いますよ。あの、犬見てても思うもんね。ゴールデンレトリーバーとか、僕、うん、YouTube でしょっちゅう見てるんですけど、うんうん、たまらんね、あんなんが亡くなったりしたら。そらそうよ。あの、僕、ペットショップ行ってね。うん、YouTube でロケで、うんうん、だからあのゴールデンレトリバーがおったんですよ、うん、そのペットショップが飼ってる犬なんですけど、うん、でボール持ってくんの遊ぼう言うて、はいはい、もうそれだけでたまらんやんか、まあそうね、で怒んのよペットショップの人が、うん、ダメ今はみたいな、うん、向こう行ってなさいと壁の向こう行くねんけど、うんうん、壁の向こうから覗いてんねんこっち、うん、いや、まあ、もう涙です。行ってもいいですかみたいな。あいつら可愛いわ。ゴールデンレトリーバー、ラブラドールレトリーバー2匹おるんですけど。うわー、ええね。いいでしょう。可愛いな。可愛いでしょう。で、それと、赤ちゃんが、赤ちゃんを面倒見るゴールデンレトリーバーとかあるんですよ、YouTube で。いや、あるね。もう夜中それ見ながら涙流してるもんね。たまらんわ。わかるんですね、犬も赤ちゃんやるのが。そうね、あれよ、あるね、あの動画ね、あれ系の。で、こうなんか親が手出したら、うん、ルーって言うんですよ、犬が。あ、その子供に。今子供寝てるやないか、みたいな。まあ、なんともまあ、愛らしい。愛らしいでしょ。愛らしい。僕はほんま、まあ、ゴールデンレトリバーもう10匹ぐらい囲まれて過ごしたいんですけど、ね、夢は。おっきい庭で。いやー、なかなか難しいですけどね。都内でね、そんな家でマンションとかで買うのかわいそうですもんね。もうそりゃそう。やっぱ広いところでやっぱ買ってあげた方がね。かわいいな、犬。まあでも、まあ犬もかわいい。もう、猫だけじゃないな。ほんなもう犬もほんまやったら飼いたいぐらい、今。猫もさりげなく来るんですよ。あ、ほんほん。うん。ただ、あの、ツンデレがひどいんで、うん、猫っていうのは。どうひどいの、ツンデレ。いや、甘えたってもええけど、みたいな感じで来よるから、あいつらは、ね。犬はもう、ま、僕ですかってあるやん。あるある、わかる。三匹おったら、うんうん、僕だぞみたいなのあるやん。ダメだ、僕だ、ご主人のところに行くのは、みたいなのあるやん。猫はないんですけどね、まあ可愛いですよね。ああ、犬も飼えばいいやんか、今お家で、ほんなら。いやいや、もう、そのいっぱいいっぱいなる、今猫三匹おんのに。いや、猫と。めっちゃ、もう犬散歩行かなあかんやんか。まず行かなあかんけど。それだけがな、億劫やねんな。自分で行ってくれへんかな、犬。ぐるーっとコンビニ行って。よくおらんかった、なんか、うん、コンビニでなんか買ってきて帰ってくる犬とかなかった、うん、なんかあったけどね。いや、なんかほら、賢い犬。首にぶら下げて。おうおう、うん。ほんまはもっとあの、ほら、うん、でっかいのおりやん、なんか。何セントバーナード。セントバーナードみたいなのも書いてあるんけどな。へぇー言うてるやつ。いや、もう、散歩行かれへんで。すっごい綱みたいなリードでかなんか、かわいいけどね、よだれだらだら垂らして、あれだから言葉通じひんからかわいいんでしょうね。通じて、うん、あのなんでやねんとか言うたらもうかわへんやろね、うん、あ、もし動物が喋ったりなんかすると、うん、あ、それはわかるか。いや、もうペットフードええでとか言ってみ、犬がなんかもうかわいくなくなってくるもんね。あれ黙って食べてるからかわいいんやろね。いや、いいなぁ。ほんまに。思うわ。あの、ペットショップ行ったら、フクロウとかたまにおるやんか。うん、まあ、おる。ああいうのもええよね。木にじーっと止まって。フクロウあんな、冷凍のネズミやったりせなあかんねんで、あれ。餌が。かわいいと思うわ、うん。もう、だから一日だけ、こう、うん、動物に、うん。囲まれ。うん。動物になんねん、うん、自分が。え？なってみたない？犬目線で人間とか見てみたない？一日だけ。俺は一ヶ月ぐらい犬やりたいんけど。いや、一ヶ月もやられたら困るわ、それは。いやいや、俺はそう。仕事なれん。仕事なれん、その一ヶ月もやられたら。いや、犬で出てくるやん。一ヶ月だけ僕犬なんです、今日言うて。あ、喋ったらあかんか。喋ったらあかん、犬。喋ったらもう違うもんな、犬じゃないもん。喋れんのやったらええよ。一ヶ月と言わんと。犬で、犬で半年ぐらい犬やってくれても全然。それめちゃめちゃ売れるやろ、もう。ねえ、そらもう。犬と、うん、犬と犬が兄貴で。どういうことやねん、言って。めっちゃ喋る。そう。
だ西郷さんのコントとかも普通にできるもん、ね、うわ俺が西郷さんとも犬やってうーんもうどっか行きたいわとかそうそうここじっと降りたらよとかそういろんな中堅八高のコントもできたりするんで中堅八高知ってる何知ってる知ってるのは知ってるよあの渋谷駅でご主人待ってた、うん、待ってるって、うん、あれちゃうねんでえちゃうねんだあれ嘘やん渋谷駅のとこに焼き鳥屋があって、うん、焼き鳥屋もらえるからじっとしてたそれっていう話やねほんまはうんな焼き鳥早くれへんかなって座っててんでそんなとこみんな今待ち合わせしてんの渋谷のそうそう普通のご主人はどうでもよかったもう焼き鳥が食べたくてしょうがなかったその焼き鳥屋があったらしいわっていう話やね本当は、うん、あんな映画にもなってるみたいなだからこの間この、うん、つい最近高知行ったでしょうんだ高知県ね龍馬像があちらこちらあったでしょ、うん、あったあった、うん、龍馬のパネルだ、はい、龍だから俺もあれ銅像前でロケやったけど、うん、ほんまは、うん、そんな、なんか、日本を選択するぞ、みたいなことは言ってなかったんじゃないかなって。いや、言ったからどうぞ。手突っ込んでる写真あるやん。この、要はあの懐に。着物、うん、懐のところに。うん。あれも、あの写真もほんまかなって。あれもなんかピストル出すとか、なんかそんなんちゃうの出す。あ、中にピストル入ってたっていう。そうそうそう。ああ。そうなんじゃないのなんかな。いや絶対そうやろそうであってほしいわただかゆかっただけじゃないかななんかその瞬間写真撮ったんちゃうかなあのなんか脇腹かいてんのボリボリ、うん、乾燥すんなとか言ってたいや知らんで乾燥する剣かなんかじゃあ高知弁がようわからんけど乾燥する気言う気る気なんか言うかいや歴史ってわからんやん、まあ、まあそういうのわからんぶっちゃけあれはだからあれでしょ写真でしょ西郷さんもまあうん、あの犬の散歩をどうぞ、うん、じっとしてるからあれやけど、うん、ほんまはダイエットのために散歩してたらしいからちょっと太りすぎててあそうなん医者に散歩しなさい言われてほんであの犬からそんなこと言うの当時の医者その散歩してる瞬間の銅像でしょ銅像だったあれ、うんまあ、でもそれあのハチ公はちょっとあれやわショップやわそんな焼き鳥いや焼き鳥焼き鳥って言ってた主人待ってるのってみんなに言われて、うん、違うねんけど言われへんや犬やからまあそれ喋られへんしらしいですけどね焼き鳥屋があってみたいな分からないですよ歴史上のねほな今大河とかやってるあんなもんほんまはあんなやったかどうか分からんっていうことかあ歴史って全てそうだったのかもしれないで進んでいってるからね歴史の研究はあか確定じゃないのかだから何万年前のほら恐竜とかいたのかもしれないというのを想像しつつ研究していってるから、うん。だからほんま恐竜とかおらんかったみたい。ほんまは？っていう人もいるけどね。骨がバッ出てきたっていう感じ。出てきたりしてるやん。普通に骨かもしれん。象とかの。あの土器とか出てきたりとかのも。それは知らん。そこまで俺ガッと言われたらもう答える気ない。いや聞きたなるいやいや全部が全部正解じゃないよっていうことああ全てがね全てがってことだよねあれはほんまであってほしいね江戸時代の浮世絵のなんかああいう絵風呂屋の絵とかあるやんか当時の銭湯とか なんでもっとリアルに描けへんの顔をなんでみんなあれ同じ顔してんのあれ俺誰かおるやろちゃんと描いたおらんかったんちゃんとこう写真みたいにおったんちゃうだから一個も残ってないやろ残ってないシャッシャッと描いて、うん、なんであんなこううん、手をこう伸ばしてこうなんかこうふにゃってなってんのみんな居酒屋みたいなこう屋台とかもなんかなんかこうなんかこうなんか阿波踊りみたいになってるやん体ひねったり、うん、なんでああなってんのか腹立つんですよねなんかいつ頃の時代から明確に残ってんやろねやっぱり明治ぐらいからじゃ写真があの機能も良くなってきて、ああだからそれこそほんまでも明治の V 大正かな、うん、大正の VTR はよく YouTube で出てるけどね、うん、あそうなんや大正時代のね時代そこぐらいからじゃあフィルムみたいなのが分からんね歴史なんかで龍馬もほんまにすごい人やったんかどうかも、うん、もっとなんか残ってるはずやと思うねほんまにすごい人やったら。でもなんかほら京都の何やったっけあそこの刀傷が池田屋みんな言うてんね俺箱根行ってもなんかそんな言われたことあったりこれ誰かの刀傷やみたいなどこにでもあんで刀傷って言えばええねんもん柱に傷いってたらだってそれ分かれへんや温泉使ったとか
武田信玄が使ったとか言ってるけど、うん、傷を癒した、刀傷を癒したみたいな。いやー治らんであれでは。どうかなと思うのよ。いや当時はほらそんな発達もしてんから、それが一番の治療法やったかもしれんやん。それでこう、うんね、東芝行ってこう直したとか、うん、あってほしいな。なんか全部が全部そうではないと思うねんな。いやだから、うん、うん、で夢ないなそれでは。そうじゃなくて、うん、その犬に一日だけ。いや喋れんねん。何なりたい動物一日だけなれるとしたら。動物？うん。俺はそうね。俺はもう鳩。おもんないやん。なんで飛べんねんね。鳩以外も飛べるやん。いやさ飛べるけどさ、鳩はその常にこう人間界とつながってるやんか。でカラスやったら嫌われるやろ。それやったらタカとかになったらいいよ。タカなんかそんなん別に誰にも見られへんとこにおんねんで。タカなんかずっと止まって強いで一日だけって。でも1ヶ月ぐらいになったらええやん。いや1ヶ月もいらんわ。猿とかもええけどな。いやそれやったら人間でよ。なんか微妙やん。この方は高持さん。はいはい。剛さんが犬になったらロケ番組が増えそうですね。喋る犬が商店街などをうろうろする番組見てみたいな。ね、確かに。いやすごいね。そりゃ引っ張りだこやで。喋れんねんもん。喋、うん、れるけど、飲食店行かねえやんな。やっぱり動物を断りとか。この方、スキュルンさん。はい。強さん、犬になったら可愛がられると思いますが、電車やタクシー乗れませんよ。仕事には歩いて行くつもりですかい。さあ、歩いて行くよ。犬やねんから。犬でもそんな歩かれへんって。この方は、ルースさん。強さん、犬になったらタバコ吸えませんけど、吸えでもいいですか。サウナも行けませんよ。いや、それ、そっか。喋れるだけか。あとは犬の性質やから、風呂は嫌い。やわな。うん。あ、そこは、うん。そこは犬の気持ちになっちゃうんや。そうそう。そ人間のまま行かれへんの、犬に。そのまま無理やな。無理やわ。もう喋れるというだけ。ゾウでもええけどな。いや、もうそんな。ゾウにでもなってみたいな。ゾウの鼻、どんな感覚で動かしてるのかを、ちょっと感覚を知っときたいな。知っときたいってなんや。吸いたいやん、人の頭とか、スーって、吸ってみたいやん、ずーっと、ね、こっちからこっち、なんか動かしてみたいやん、人を。その気持ちを知りたいな。あ、その、動物のね、気持ちを知りたい。動物目線で人間を見たい。見たいっていうね。うん、ただ、ゾウは。なんか、あいつ嘘ついてんなとかあるやん。動物やから分かる。分かる。喋られへんからこそ、うん、今日はあいつ。うん、それだ、もう子犬になってくれ。もう象はやめてくれって、場所ないし。もう控室も大変やから、そんな象なんかなったら、倉庫とかなんで。控室。そやな、もう楽屋行かれへんからな。スタジオも入られへん可能性がある。ほんで、今日なんかラジオブースやったら絶対入ってこられへんから、象やったら。ああ、そうか。子犬やったら俺が抱っこして移動できるやろ。でも俺喋んで、めっちゃ。抱っこして喋られるのも嫌やろ。いやろ。ほんで、散歩連れてってくれな、なんで。あ、そうか、犬やから。子犬やから、うん、ご飯とかも、ちゃんと柔らかくして。ほぐして。ほぐして、俺にくれな、なんで。喋んでん、その代わり俺めっちゃ犬やけど。これうまいとかまずいとか。うん、これええわ、今日は、とは。まあでも、まあそんだけ喋る犬とコンビ組んねえやったら多分稼げるから。いや、すごいと思う。うん。それぐらい我慢する。とんでもない仕事量やと思う。いや、仕事量や。で、俺、子犬やから、そんな、うん。フル活動でけんがね。移動どうする？移動ケース入っとかなあかんで。ええよ。で、新幹線とか、やっぱり移動中は。ええよ、全然いいよ。うん。なんか、ランチボックスみたいなとこに入りたいのか、それかもう、ほんまにガッチリとしたやつに。ガッチリとしたやつ、はい、入れてくれたよ。景色も何も見られんけど。大丈夫ね、人の足。たまに歩かしてくれたら。いや、あかん、おしっこせなあかんから。いや、おしっこは中でやってよ。シート引くから。いや、それはちょっとな。いや、それ、いや、それあかんよ。草とか匂って、おしっこしたいもん。いや、したいけど、移動中は無理やんか、だからそれ。おやつももらうで。おやつはええよ、そんな安いもんやから、そんな儲けてんねんから。うん。自分の稼いだから。その代わりは俺8もらうで。8対2。だって俺の方が大活躍って犬なんやもん。喋んねんで。いや、ちょ、そうやけど。コンビじゃなくてええねんもん、もう別に。もう俺、コンビ。大売れやで。あ、ほんだ、二郎ちゃんみたいなのあること猿の二郎やったっけ太郎二郎みたいな。あ、太郎二郎みたいな。あんな感じの掛け合いでしょ言うたら。まあそう、掛け合い。もっとできるわけやんか。喋れんねんから。
泣けって言ったらツーとか言うてんやろ、ワンやろとか、そんなんでしょ、どうせどうせ、まあまあまあそれでもいけるっていう、舞台上では犬としてしっかりやるから俺は舞台以外ではもう普通に喋るけど犬やねんけどな要するに どれがいい、短毛がいい、長毛、短毛、短毛、短毛がいい、どんな感じ、奇襲犬みたいな感じ、柴犬みたいな、そう、ね、中型ぐらいがいいかな、やっぱりあの舞台映えせんやんから、やっぱ子犬って言ったけどやっぱちょっとぐらい中型ぐらい、それやったらセントバーナードぐらいの方が迫力あって面白いんちゃう、バブブみたいな、いや迫力あって、あ、それかあれにしようか、首んとこ樽つけてるみたいな犬、救助犬みたいなやつなのか、ドーベルマンで行こうか俺、いや、まあ、シュッとしてもおもろないな、おもろないか、シュッとした、あのブルドッグみたいな、フレンチブルドッグみたいな感じ、それかあの足の長い、うんうん、ふわふわファーみたいなついた足の、ファーっていうかもう毛切った、なんかニコ玉に走ってそうな、あ、ニコ玉で走ってそうなあの白い犬なのか、鼻の長い、じゃあそれ馴染みがないもんね、やっぱり見たらびっくりするもんな、どれが舞台映えするやろね、俺はもう絶対柴犬やと思うね、こうなんか人間と犬っていう構図がなんか分かりやすい感じする、あ、柴犬な、犬っぽいもんな、も怒りの犬やからな、うん、で膝にも乗れるし、狩猟犬みたいなのでもいいよ、あの羊追いかける犬みたいな、ニュージーランドとかにおるような、うん、わっと追ってるみたいな、あれ毛長いもん、そっか、うん、毛長いし、雨の日とかほら下のとこ汚れたりするやん、チーターとかなってもいいよ、え、チーターサーカスとかではほらチーターとかもライオンとか活躍してるやんか、いや活躍してるけど、そんなお笑いの舞台ではチーターもう手乗りの鳥みたいなのになってもいいし、鳥との言い合いみたいな、鳥の鳥になって犬になりたいんちゃうの、鳥でもいいよ、鳥でも大きさあるで、だからあの南国におる鳥みたいなやつ、喋るやつ、カラフルな、うん、カラフルな、ああ言えばこういうなお前はみたいなネタやってもいいよピーチクパーチクでもいいけどな、もうそういうのはずっとカゴの中やで、お互い犬でもええかもしれんな、1ヶ月ぐらい、ええ犬柴犬で、で、うん、君は、うん、ゴールデンレトリバーとかそんなんでもいい。そんなコンビで。コンビでもいいし。犬同士で。うん。あの、俺のこと腹立ってる後輩とか多分蹴ってきたりするかもしれないけど。でも、喋れるけど犬だけやから、何も相手、こう、手出したりできへんね、うん。そうか。そう。ずっと、こう、犬の扱いされて。いや、で、それは言われて。楽屋も、うん、なんか丸い。うん。なさらに水入ってるだけそうそう、水入ってるだけ、ちょっとドクフードパート置いてあったりぐらいのこと、ね、いじられるんじゃないですか、後輩からは、後輩もだってそんな先輩も後輩もないやろ、もう犬やねんそんなプロントのコーヒーなんか飲まれへんだ、散歩行きましょうか兄さんって言われたら、え、行くわって兄さんな、あ、そうや、ご飯行かれへんわな、一緒に、行かれへんねな、ドクカフェみたいなとこしか行かない。そうやな、ドクカフェ連れてってくれやって後輩に言われへん。そうや、だお互い犬やったらドクカフェ見かれへんね、犬が犬連れてんのなんか見たことないやろ、ドクカフェで。いや、犬、並走して歩いてんのはよくあるやん。じゃあ歩けど。連れて行ってるっていう意識はないやん、見てる人は。まあないけど、犬と人間が一緒に入らんと、ほら、ドクカフェ。でもたまにな、そういう野原みたいなとこ連れて行ってくれやん、ストレス溜まるもんな。めんどくさいな。そこは犬なんやな。どうしようかな。どうしようかな。何になりたい。何になったらおもろやろうな。そんな馬。馬。馬もな。馬でも競馬ダービー出るとか。うん、馬。ああ、うん、ダービー出て走ってみる。走ってみる。ものすごい注目されてる。馬も勝ちたいみたいなのがあるらしいからね、うん、あれ。あ、そうなの。そう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 。あんねんて。だから足こう蹴んねんて。あのパドックのとこで、あ、そうなの、早う走ってないみたいな競争意識があんねん、あんねんってあれ馬としては、うん、あ、そうなんや、ああいうのどんなもんなんかちょっと走ってみたいね、まあ、馬、そうね、馬はちょっと憧れる、人乗せてな、うん、人乗せて、うんうんうん、そう相性もあるみたいやから、あれ、うん、嫌なやつやったらみたいな、嫌なやつやったら振り落としたりするみたいな、だ馬になってくれたらな、俺乗って面白いよね、舞台出ていく、いや無理やで、あれ体調あるから、そんな そんな簡単には無理や、変な、俺馬か、俺馬なん、喋んの、俺が馬なん、何になりたいか聞いてんの、さっきから、ださ、鳩やってだ、鳩なんかなってもしょうがないって、なんでしょうがない、鳩もっと違う景色見たないか、鷹とかもっとそういう、いや俺あの街が好きやから、ほら鳩はほら街に出るやん、鷹はな大自然のとこでさ、誰もおらんとこ、
綺麗な景色やなとか別に言ってられへん。まあ寂しいわな。そう。そうそう。だから、そんなん見たかったらドローンの映像見るから。そうかそうか、うん。そう。今見れるもんな。そう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 。鳥やな。やっぱ飛ぶっていうのがやっぱりね。ウミガメとか見てたら、うん、ああやって一日中こう、うわあと泳ぎときたいなとかならへん。俺いつももうああいうのんびりした動物。ああ、ゆっくりね。コアラとか木の上でじーっとして、いいなぁと思ってたまに動物園なんか行ったら、うん、ああいうの思うよね。あんなになりたいなぁ。だらーっと一日中。確かにね。まあまあ、30分ぐらい降りるらしいけどね、コアラも。キリンには動かへんねん、あれ、ほんまに。うん。あ、そうなんや。あ、キリン、キリンになりたい、キリン。キリン。それこそ、それこそやって、それこそもう場所取るって。そうか、無理か。どうしたいの、キリンになって。何をしたいの漫才やりたいねん。お客さん見えへんで、多分。そうやな、NGK ももう照明当たるもんな、上にな。当たるよ。ずーっと足曲げとかなあかんで。そやなぁ。スタンバイして。マイク大変っすよ。マイク大変、合わせられへんわ。何の話やぞ。いや、ほんで横だらん、倒れるやん。いや、そんな、引くやんか、もう死ぬんちゃうかとか思われるやん、ね、キリンとか。あ、ほんと小僧で行くわ、小僧。小僧小僧。小僧で隣立っとくわ。受けるんちゃう小僧、うん、小僧言ったらパワーあるやろ、小僧でも、小僧でもあるけど、まぁ、あ、ちっちゃいやんか。移動はちょっと行けそうやん。伊藤はいけそうやけど、ちっちゃいけど、人間から見たら大きいよ、小僧も。そうか。難しいよ、動物に。なかなかちょっと、無茶な考えやったな、うん、無茶な考えですよ。もう、そんなこと考えるよりも、その、あれですよ、サザンシアターのことを考えても、お客さんの集客を考えてほしいわ。ほんまに。ね、ぜひ成功させてほしい、これ。猫見るだけなんですけどね。見るだけで。すいませんね。見るだけで面白いので、皆さんぜひ、お越しください。はい。さあ、それでは2時間30分生放送、スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! どうもこんにちは、ザラジオショー金曜日中川家の0時でございます。よしです。さあ、このザラジオショー笑いをテーマに午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送でございます。金曜日は我々中川家、そしてパートナーはこの方でございます。日本放送東島恵里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も平和ですね。平和でしたね、本当にね。動物は何になるんですか。ハムスターにしましょう。ハムスター。人のポケットで暮らしたいですね。脱走もできますし。いや、かわいい答え用意してはるわ。すぐに逃げます。普段はもうおがくつみたいな中に来らない。あ、その代わりあの車輪みたいなとこずっとやんなきゃダメですか。あれずっと走っといてください。あんまり気は乗らないですけど。鼻低いって言って。犬は好きなのでね。あ、うん、かわいいな。かわいいですね。小動物か。はい、あ、小動物や。映画なんかでもね、そういう映画ありませんやん、ディズニーとかの、はい、小動物かわいいもんね、やっぱり喋ってはリスとかかわいいですね。喋ったりなんかしてね、うん、まあでも主役にはなられんな、あの位置ってね。確かに、そうですね。何かの手助けをするみたいな、ね、そうですね、多いですからね。でもラジオショーやりたいですね。ラジオショーハムスターになってもハムスターとリス、はい、ほんでここハト。どんなラジオやねん。さあ、金曜日はリスナーの皆さんにメールで参加していただきます。今日のメールテーマこちら、徳を積んだ話。ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ
0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお使いですか？富山城美薬の浜口です。運動中にズキンとしたり、お箸を持つときにピリッとしたり、腰、手、足に電気が走るような痛みやしびれでお悩みの皆様、その痛みやしびれ、関節の変形や神経の圧迫が主な原因と言われています。事実、腰痛や神経痛でお悩みの方は、2017年の総務省データによると、腰痛はおよそ2500万人、神経痛も多くの方が悩んでいます。同じような辛さを経験しているのはあなただけではありません。そんなお悩みの方々に、今日は関節の痛み、神経痛に飲んで効く薬品、両親 JV 錠のご紹介です。国産のガンマオリザノールをはじめとするしびれや痛みに効く6つの有効成分をすべて承認基準の最大量配合。1日1回お飲みいただくだけで、硬くなった筋肉をほぐし、栄養補給して血流を良くしてくれます。腰の関節の痛み、神経痛などの痛み、しびれに飲んで効きます。最近薬を出すときにしびれが気になり、うまく取り出しにくい、ペットボトルの蓋が開けにくい、そんな皆様に薬品良心 JV 錠、31日分の本商品、通常税込み4180円のところ、初回限定特別価格、半額の税込み2090円でお届けします。一世帯様、一箱限りのチャンスです。お問い合わせは、0120-58-2345、58-2345富山常備薬まで。お届け返品送料についてもお電話で。第3類薬品です。使用上の注意をよく読み、用法用量を守ってお飲みください。腰、手、足の関節の痛み、しびれにお悩みの皆様、ぜひお電話ください。時刻は1時38分です。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの和田さん、お願いします。はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは、神奈川県の大和トンネル付近を先頭に、港北パーキングエリアまで12キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の小松川ジャンクション方面へ向かう外回りは、小菅ジャンクション付近で事故のため、王子北まで7キロ渋滞しています。三郷線の上りは、加平を先頭に八潮まで7キロの渋滞です。一般道路は、都内の環七通りの杉並区方面へ向かう外回りが、世田谷区大原2丁目で1キロ半、内回りは杉並区泉南を先頭に断続的に2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの和田がお伝えしました。和田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お届けします。シニア向けマンションで50年の実績、中銀ライフケアが送る入居説明会、日本放送イマジンスタジオで6月7日開催。詳しくは0120-373-756、または中銀ライフケアで検索。ショーアップナイタートゥデイ、この時間はサミー、イエローハット、 NTT 東日本がお送りします。時とアミバスで間違えたよ。はい、どうも、私 DJ ラオです。いやー、スマスロ北斗の件ね、初代完全復活ということで、私も現在大忙しです。豪商派、豪商派、さっさと豪商派。あ、避けられた。サミー、皆様、ここで選手の交代をお知らせいたします。タイヤとオイルを交換したくてイエローハット、背番号16と背番号80、合わせて1680、つまりイエローハット。以上になります。イエローハット。電帳法どうする、対応まだ、助けて。社長さん、そんな検索するよりも簡単に DX できて運用までサポートしてもらう方法ありますよ。ご相談ください、 NTT 東日本。
ショーアップナイタートゥデイのお時間です。今日行われるプロ野球の試合の聞きどころを日本放送の実況アナウンサーに教えてもらいます。日本放送では今日は夕方5時30分から阪神対巨人戦をお送りします。この時間、諸岡正雄アナウンサーにポイントを伝えてもらいましょう。諸岡さん。はい、こんにちは。こんにちは。プロ野球はですね、今日から交流戦前の最後の3連戦に入るんですね、うん、で甲子園ではその伝統の一戦、阪神巨人戦で、阪神は5連勝で交流戦前1位が確定しました。昨日一昨日と私取材してたんですけどね、とにかく強いですね。一昨日は9回に、昨日は10回に勝負を決めまして、うん、投手陣も安定しております。で対する巨人なんですが、5月が12勝7敗で貯金を2に戻しました。で昨日は中田翔が戻ってきて、戦力もようやく整って打線が強力な厚みを増しております。そんな中で今日の予告先発は阪神が2年目今シーズン初登板の桐敷、巨人は現在3連勝中の横川と、今日からの3連戦はですね、両チームにとりまして交流戦に向けて非常に大切な3連戦となりますので、うん、絶対お聞き逃しのないようにお願いいたします。解説はですね、はい、去年まで阪神の監督を務められました矢野明弘さん、実況 ABC 北条英介アナウンサーでお伝えします。はい、諸岡正雄アナウンサーでした。ありがとうございました。連日暑い試合が続いてますね、うん、今日も夕方5時30分から阪神対巨人戦、お楽しみに。良い選手を集めるのではなく、良いチームを作りたい、そんな思いが彼らを大会ごとに強くする。私たち日本エクスプレスは侍ジャパンを応援しています。 We have samurai spirit. 日本エクスプレス。私たちは未来の地図を塗り上げていく、そして終わりのない物語を紡いでいく。色とりどりの技術と挑戦で、人と人がつながるエネルギー、出光。東京に家を持とう、オープンハウス。東京に家を持とう、オープンハウス。東京に家を持とう、オープンハウス。え、何？東京に家を持とう、オープンハウス。どういうこと？東京に家を持とう、オープンハウス。あ、だから何なのよ。東京に家を持とう、オープンハウス。ショーアップナイタートゥデイ。この時間は、日本エクスプレスホールディングス、井出光興産、オープンハウスグループがお送りしました。有働由美子、有働のラジオ。今回のテーマは、私と洗濯。銭湯を出て、洗濯物を取りに行ったら、そこに男性がいて。それが、秋代さん。何ですか、それ。ラグビーの悲劇で、薬師丸ひろ子と世良政則が出会うシーン。ポカーン。ウドラジは今日午後3時半から。コインランドリーの出会い憧れた。日本放送強しエンレイジー from 中川家 The Radio Show。 中川家のレイジーです。強しです。動物になりたいね、やっぱりね。さあ、この時間お届けお、じゃあいいですか。この時間お届けするのはこちらのコーナーです。ラジオ CM を作ろう。さあ、こちらのコーナー、架空のお店、商品、企業のラジオ CM を勝手に作ろうという企画でございます。先週ね、作りましたね、CM ね。どうしな、これ。中川オリエンタルホテルオリジナル、中川社長のおかんカレーの CM です。お聞きください。どうぞ。昨日も残ってるけど、どうする？ああ。作りすぎたから、また明日でも食べれるけど。ああ。うわ、だいぶ濃くなっとるわ。ああ。どうすんの？食べんの？食べる。社長の中川です。うちのおかんカレー食べてください。あんた一人何言うてんの？おぼつかない大阪弁で。ありがとうございます。なんか遠いねんけど、息子の声の、なんかほんで後半また違うとこで喋ってる。どっかなんか非常階段で撮りました、これ。離れてんのはリアルやねんけどね。まあそんな会話やねんけど、ね。まあまあね。あ、そういうことか。そういうことなんやろかけどね。はい。さあ今週も。おぼつかない大阪弁ですね。いいね、おぼつかないのいいですよ、と。さあ今週も来ております。この方は、千葉県柏市の柏野博さん。
先日久しぶりにメロンを口にする機会がありました、うん、最後に食べたのがいつか思い出せないぐらい久しぶりで、うん、あまりにも甘くて感動したので甘さ日本一の甘さにメロメロメロンの CM をお願いします。メロンや甘い甘いうまいうまい2等分4等分6等分好きに気に分けてくださいちょっと昭和のちょっとこう早送りみたいになった女の人の声一人で二人で三人四人で、滴り落ちる果汁、爽やかな香り。ほっぺで落ちちゃう。その名は、甘さにメロメロメロン。メロメロメロン。どうでしょう。あ、いいね。白黒をイメージしてるのかな。白黒の。ね。映像やと。そうね、昭和30年ぐらいかな。30年か。ああ、なるほど。あの、早い、感情のない感じの。うん。いいですね。まあ、仕上がりどうなってるんでしょうかね。はい、受付メールアドレスは ngk@1242.com ngk@1242.com 懸命にラジオ CM と入れていただけると助かります。たくさんのご応募お待ちしております。過払い金の確認は0120100。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔スーパーで作ったカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。まずは0120-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけど、すぐにはわからないでしょ、とお思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが、車高し。車高しは、中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分。あなたの車の情報を入力すれば、大手買い取り店から近くの買い取り店など、最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によってなんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら車高しで検索。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずは、あなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番。70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いてはハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局の久米さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。はい、お伝えいたします。横浜23度、爽やかに晴れています。さあ、ここでハマーフェス Y164 開催のお知らせです。明日27日土曜日と28日日曜日の2日間、山下公園を中心とした横浜の中心部5つのエリアで開催します。ハマフェスは2009年に横浜開港の歴史を伝える伝統ある5つのエリアが中心となって行った開港150周年記念開国開港博 Y150 の翌年にスタート。以降、開港200年に向けさらに横浜を発展させていこうと開催しているお祭りです。今年は食、スポーツ、音楽のテーマに加え、町と町をつなぐ、花と緑、参加型の3つのテーマを追加し、
各エリアでのイベントを通じて魅力あふれる港町横浜の魅力を発信していきます。この機会に横浜グルメや音楽、街歩きなど楽しんでみてはいかがでしょうか。詳しくは浜フェス Y164 のホームページでご確認ください。以上、横浜のスタジオより久米知恵がお届けしました。はい、久米さんありがとうございました。洗濯機に洗剤入れたらダニクリン丸ごと防ダニ仕上げを柔軟剤の投入口に注ぐと。ダニの立場で言わせてもろたら、こんな簡単に防ダニされてほんま迷惑。ダニクリン丸ごと防ダニ仕上げ、すなすな、いきいき植木。時刻は1時51分です。日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。長野県中野市で男が猟銃を発砲するなどして警察官ら4人が死亡した事件で、長野県警は今日、中野警察署に捜査本部を設置しました。また長野県警の小山巌本部長が記者会見し、被害者への哀悼の意を示した上で、警察官の殉職は痛恨の極みと述べました。この事件は昨日午後4時半ごろ、中野市江部で男が女性を刺した後、通報で駆けつけた警察官に発砲し、住宅に立てこもったもので、県警は今日、警察官1人に対する殺人の疑いで、市内の農業、青木正則容疑者31歳を逮捕しました。容疑者は中野市議会の青木正道議長の長男で、両親らと同居する自宅に立てこもっていました。この事件で亡くなったのは、いずれも長野県警中野警察署の玉井良樹警部補46歳、池内拓夫巡査部長61歳と、現場近くに住む村上幸恵さん66歳、また今日死亡が確認された高齢女性は竹内康子さん70歳と判明しました。県警は村上さんらが襲われたいきさつや動機の解明を急ぎます。次に、ロシアの戦術核兵器配備受け入れで正式合意したベラルーシのルカシェンコ大統領は25日、訪問先のモスクワで自国の準備を整えたとし、移転が始まったとロシアメディアに明らかにしました。ただ戦術核兵器がすでにベラルーシ領内にあるのかという質問には、可能性はあると答え、明言を避けました。これについて今日の記者会見で非難すると述べた松野官房長官です。ロシアがウクライナ侵略を続ける中で情勢をさらに緊迫化するものであり、非難します。日本としてロシア及びベラルーシに対し、こうした緊張を高めるような行為を止めるよう求めるとともに、今後とも強い関心を持って事態の推移を注視していきます。次に、全国の先行指標とされる今月5月の東京23区の生鮮食品を除く消費者物価指数は、前の年の同じ月と比べて 3.2% 上昇しました。伸び率は2ヶ月ぶりに縮小したものの、前の年の同じ月を上回るのは21ヶ月連続で、家計負担は和らいでいません。おしまいに、ロシアで隣のトトロや千と千尋の神隠しなど、宮崎駿監督のアニメ作品が来月6月1日からオンライン配信サービスで視聴できなくなると、ロシアの国営タス通信が25日伝えました。宮崎アニメはロシアでも人気ですが、関係者によりますと、ロシアでの配信元がスタジオジブリとの契約を更新できなかったということです。去年2月のウクライナ侵攻開始後、アメリカの映画大手ワーナーブラザースやウォルト・ディズニーなどがロシアでの事業を停止し、映画やアニメ作品が見られなくなっています。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。アポロステーションの井出光興産、ベンリッチ、高リッチ、オープンハウス、他の提供でお送りする日本放送ショーアップナイターは、今日夕方5時30分から日本放送ショーアップナイター。
さあ、テーマメールなんですけども、豊さん、吉報、嬉しい報告です。え、なんですか？はい、この方、タイ料理を食べて、見るナオさん、府中市の方、オープニングトークを聞いて、豊さんのイベントのチケット買いました。ああ、ありがとうございます。完全なる犬派ですが、楽しみです。あ、犬派ですか？犬派なんですけど、この方、中野ゼロのご近所さん、はい、猫のイベントの話、豊さんがおっしゃっていたのですぐ申し込みました。その時、残りわずかになってましたよ。猫好きの私にとってイベントを知ることができて嬉しかったです。ありがとうございます。本当にもうこれで2枚、ね、2枚でゲットできるだけでね、感謝感謝、ね、来ていただいてぜひ楽しんでいただきたい。感謝を胸に、感謝を胸にありがとうございます。ありがとうございます。さあ、テーマメールね、徳を積んだ話でございます、この方はゲンチャリだるまさん、兵庫県明石市の方。私はリュックサックのチャックを閉め忘れてる人には必ず開いてますよと声をかけます、以前自分のリュックを開けたまま背負っていて財布を落としたからです。意外といらっしゃるし、意外とみんな言わないみたいですね。私が勝手に率先してこの活動をやってます。教えてあげると皆さんありがとうございますと、すごくありがたそうに言ってくださるので、私もいい気分になります。開いてますよ、安心してください。開いてます。いや、安心したんだ開いてんの、開いてますよみたいみたいに言うたか。あ、嘘。あ、気になる。確かにエスカレーターとかで、はい、女の人多くないですか？多いです、意外と。で、はい、結構あの、閉まれへんカバン持ってますよ、女の人。確かに。で、財布飛び出してる時あんのよ、ちょっと触ってグッと押したろうかな思うんだけどね。そんなんしたらそんなんしたら痴漢とか思われて嫌ですね。スリや思われる可能性もあるからね、ちゃんと閉まっといてほしい。あれ心配になるのよな。よう声かけるの、こういう声をようかけへん。そんな、あ、そう、うん、無理。落ちて、あの、よう落としてる人おらん、千円札とかパターンって。あ、たまに俺よう拾うよ、落ちましたよ。あ、落ちましたね、まあね、お金とかはね、さすがにたまに、ん？みたいな顔する人、そう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 、取ったんかみたいな顔する人いますけど、もうね、あれ、そうされんのが嫌やねんね、またね、なんか歌ちょっとでも疑われてんのかなと思うのがね、親切ですね、チャック開いてるのね。まあそうそうそう、こうね、やっぱり、まあ、ちょっとしたこういうことでね、なんかええことしてるっていう、ね、徳を積まないと天国行けないですからね。そうです、まあ、プレミアム会員にならないといけないですからね。俺が言ったことやけど、プレミアム会って何やねんプレミアムを積まなあかんねん。積まなあかんすね。この後も徳を積んだ話、はい、ぜひ教えてください、はい、ngk@1242.com でお待ちしています。総鉄線上星川駅前満天の湯、朝6時からやってます。満天の湯、お風呂アイドルが待ってます。満天の湯、毎日行きたいお風呂屋さん。満天の湯。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場、工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。クリピーナッツ with ジーマ、クラブでフェスでライブでみんなでジーマ飲もう。それがクリピーナッツのレコメンド。とりあえずあげてこう with ジーマ。飲酒は二十歳になってから。竹下恵子です。森は私たちの生活を支え、多くの恵みを与えてくれます。森を守る、森を生かす、緑の募金にご協力お願いします。蔵之介さんってパドック見る目がマジですよね。見極める秘訣聞きたい。まず歩様がさ、スタッとスタッと、首の上げ下げもスクッとスクッと。でも一番見てるのは目の奥だね。目の奥、今日は走るぞっていう炎をね。勉強になります。ヒーローイズカミング JRA。 ザ・ラジオショー、2時です。午後2時を回りました。中川家の零時です。よしです。日本放送東島由里です。中川家ザ・ラジオショー、笑いをテーマに東京有楽町日本放送から3時30分まで生放送でございます、はい、それさあ、ここで、はい、
電車の情報をお伝えします。はい、線路点検の影響で運転を見合わせていたつくばエクスプレス線は先ほど全線で運転を再開しました。ただダイヤの乱れが出ていますのでご利用の方は引き続きご注意ください。はい、さあそれではね、つやむらちゃんのお天気です。はい、いかがですか、はい、お天気曇ってるような晴れてるような、はい、すっきりしない天気ですね。まあねえ、そうなんです。はい、気温の方が 22.8 度、湿度が 44.5% です。はい、はい、まだメールの方が来ております。はい、この方福岡県のウサプさん、いい、つゆめろちゃんへ、私はあさって誕生日ですが年々誕生日が嬉しくなってきました。わかりますよ。つゆめろちゃんは誕生日に何をして過ごしますか？必ず食べるもの、やることはありますか？私は大好きなラーメンを食べて、それだけで誕生日は嬉しくなりました。ちなみにつゆめろちゃんの誕生日っていつ？あと年齢はちょっと言えませんけど、あ、年齢は言わなくて別にいいですけど、誕生日はほにゃにゃほにゃにゃ歳です。勝手にほにゃにゃを入れました。おう、歳です。格闘系 YouTuber の YouTuber なんですか？おう、歳です。そんなエッチな感じで、いや、うんじゃなくて、おうすじゃなくて、そうですね、誕生日なんかはもういらないと思ってます、はい、もその境地まで来ました。あ、いらないの？あ、なんなら無視してほしいです。いちいちおめでとうとか、もういいです、めんどくさい、とかプレゼントとか、いらない。あ、いらないんですか？いや、誕生日になったね。そう、あれタバコワンカートンが一番嬉しいです。タバコ吸います。ますセブンスターです。うわ、よろしくお願いします。最近あんまり見ないですよ、セブンスター吸ってる人。男は黙ってセ、あ、男じゃ、男じゃない。な、黙ってセブンスターを吸えということです。いや、別に。もともとハイライトだったんですけどね。あ、いや、そんな話です。タバコの話ではありますけどね。その前はカンピーでした。カンピー、はい、カンピース。カンピース吸ってハイライト行って、はい、で若葉に行ってセブンスターに行きました。ああもうそっからもう、はい、もう何十年もセブンスター吸ってます。はい、結構今ショックな人多いんじゃないですか、意外と強めのね、タバコ吸うんだっていう、吸うのが悪みたいに言うのやめてください。いや別にそれだけなら売らないでください。いや、そういう格好ですかね、強めのちゃん言うてね、吸いますよ。あ、そうなんですか、耳をピクピクさせながら、うん、タバコバッカバッカ吸います、今吸ったよなってこう吸ってすぐもう一本吸ったりします。だいぶストレス溜まってあるんですね。たまりますよ、それ長年生きてりゃ、私だって。そうですか、なんかやけになってないですか、大丈夫？そろそろ私卒業でしてもらってそれだけはできないんです。できないんです。どう2時と3時どうするんですか、じゃあ今後。別に何でもあるでしょ、代わりのものが。まあ別にようよう考えたら別にこんなことせんでもいい。こんなことって何ですか？あ、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、千葉から来てるんですよ。あ、すいませんでした。どうもお願いします。これからハロー千葉とか担当したらね、良さそうなもんです。なるほど。先ほどココリコさんに会いまして、ココリコね、今日ゲストです、うん、すごく年いっててびっくりした。みんな白髪がすごい。そりゃそうですよ、僕らもそうです、一緒です。年代も僕らってわ、いや、僕ね、僕ですよ、僕 で, 僕ですよ、ね、年齢も一緒ですし、うん、ね、もう同期ですから、まあ、そうですね、年もいきます。そういうこと言わない、あんまりない、タバコも言わない、ね、言わないっていうね、ありがとうございます。ガンガンさっきハイボールなんか毎日5杯ぐらい飲んでます。うわ、多いな多いな、はい、ロング缶。そうです、多いわそれ、飲みすぎですよ。お願いします。最近帰り自宅が早いですね。そうなんですよね、もう今クシャクシャっとしましたけどね、はい、3時にまた、はい、お願いいたします。お願いします。お天気です。関東地方この後も晴れ間の出るところがありますが雲が多いでしょう。ただ天気の崩れはなさそうです。最高気温は昨日と同じくらいかやや高く、東京都心で言いますと25度の予想です。平年並みのところが多くなっています。さあこの後はお笑いコンビココリコさん生登場です。ラジコですとクリアな音で無料で聞けますので、スマートフォンアプリラジコも使ってみてください。相続税の申告を後回ししている方は0120-400-800、東京税理士会所属税理士法人48、ご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は0120-400-800-400-800。ペットショップマルワン、初めてのペットはマルワンへ。ただいま全店でお客様大感謝祭を開催中。
今だけお求めやすい価格で皆様のお越しをお待ちしております。マルワン大感謝祭、マルワンで検索してね。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。クレジットカードのリボ払いにも過払い金があります。なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。現在対象者に返金されています。あなたが対象か中央事務所でご確認を。0120-10-10-10、 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。 Welcome to the radio show。 Guest show。 Let's get started。さあ、この時間ザ・ゲストショーと題しまして、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います。本日のゲスト、この方々です。どうも、ココリコ遠藤です。あ、お願いします。田中です。お願いします。すいません、お邪魔します。こんにちは。お邪魔します。ごめんなさいね、もう来る前に年いったとか。そうですよ、ごめんなさい。テンション下がるようなこと言わんといてください。もう遠藤君、俺なんかもう白髪がもうどうでもいいんですね。あ、もう今もうね、白髪も染めることもなければ、うん、もう髪切ることすらないですよ。全然切らへんねん。ほんま切らへんよな。もう伸ばすねんもん。今年に入って多分一回も切ってないよ。伸ばすねん。切ってない。どうでもいい。どうでもいい。どうでもいいねん。ほんまに今年入って一回も切ってないよな。一回も切ってない。そんなやつおる？おらんやろ。そんな。いや、おるやん、目の前。いや、おる。だからびっくりしてるやん。いや、自分でね、自分でちょっとシャッ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 ってやってるよ。うん、毛先だけ切って。毛先だけちょっとやってるけど。いや、なんか。こんな感じですやん。いや、なんかあるやん。ちょっと切って、ちょっと ここの辺変えようかなとか。はい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 。ちょっとした変化ね。そう、変化をなんかこう、楽しんだり、もうそれももうなし。全くないっす。もうほらもうね、うん、もうそのこの年、まあ年も重ねたっていうのもあるし、まあこのご時世もありますし、51歳異性になんて全く目がいってないんで、うん、もうファミリーそして自分の周りの仲間にしかもう目いってないんで、今日とかも6時に起きて、はいはい、まあ、大体もう6時に起きてるんですけど、朝ごちょごちょっとこう子供を用事して、うん、で今2時過ぎじゃないですか、うん、で一旦家帰ってきて、うん、2時間ぐらい仮眠昼寝して、うん、はい、今もう今一番調子いいんですよ。だから24時間でこの時間が一番調子いい。ああ、なるほどなるほど、ゴールデンタイム。そうなんです。その割には今僕鼻声なんですけど、すいません、申し訳ございません。このタイミングでそれもどうでもいい。これもどうでもいい。アレルギーなんかどんどん濃い。どうでもいい。ほんまにどんどん濃い。だって昔あんだけこのベビーで、そうですよ、はいはいはい、かわいい中間、めちゃめちゃ見た目に気使ってたもんな。ここで言ったらどっちかというとこれもね、そうそうそう、見た目気使ってました。若い時やっぱ気にしてた感じ。気にしてたよね。まあ気にしてましたよね、うん、田中さんと比べたら全然気にしてましたよ、うん、前髪の長さから、うん、はあ、ヒゲを生やしたりとか、前髪だってもうアシンメトリーってちょっとこうずらしてみたり、そうそうそう、あのモンスターの井上より早かったから、早かった早かった、全然早かったです。井上より早かったから、もう女子ばっかり、女子のね目線をすごい気にしてる時期もあったんですけど、その目減って、今なんてもうほんまにもう服着んのもやっとですよ。やっと今日どうしよう、服着るのもどうしようかなぐらいの感じ。まあ一応外で服着ようか。変わりますね。やっぱそんな家族に目が行ってるから。もうファミリーファミリーですよね。まあもうどうしても家族でいろんなとこ遊び行ったりするのが楽しい。行ってます。もうほんま土日のね、うん、家族が本当にこう学校がなくて、うんうんうん、土日の2日が48時間、はい、どう使おうかっていうそればっかり考えてます。その予定立ててるだけでもテンション上がるみたいな。あ、まあでもどっちかというとね、ゴルフは行ってるでしょ。ゴルフは行ってますね。まあ、YouTube でも仕事にしてるんですけどね、はいはいはい、今はね。そうかそうかそうか。そうなんですよね。うん、そう。だから遠藤くんはまあ大体わかんないけど、はい、田中あなたもミステリアス。俺マジでわからない。なんでもう今、一人で頑張ってもんね。お父さんとして。そうですよ。だから全然何もミステリアスなこと。ミステリアスなことないよ、俺ほんまに。いやでも一回子供、連れてきて、ルミネに。昔ね。一言も喋らない。子供ずっと下向いてミステリアスやわ。寝起きでこんにちはって言ってシーッと下一
人見知りも子供がね、小学生と下の子が幼稚園ぐらいの時に劇場で会も見合わせ新年かなんかで確かそう2人からお年玉、あそう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 、お二人から、そうそうそう、お二人からお年玉もらってるのにもう何にも言わへん、これね俺も何にも言えん、寝起きやって、寝起きやって二人ともごめん、もう本当申し訳ないんですけど、寝起きでお年玉はいどうぞって二人が優しいねくれたんや、なんかポチ袋にちゃんと入れてくれはって、それをさグッともう奪い取るようにさ握ってさ、ポチ袋がもうぐちゃぐちゃになるくらいさ握ってさ、何にも言えないで、それほんまに、それはありがとうやっぱ言わさない、全然けど、なんかもうあれだかな、なんかその寝起きで機嫌悪かった、子供らしくてええな、そうだ言うて、まあね、かわいい、そうでも二人からもらったの覚えてますよ。えもうあの男の子が、もう上が大学生で下の子はもう中学3年生なので、もう全然大きくなって、すごい、あの子大学生になったんや、上の子が握りしめてた、握りしめてた子が、はい、でそこから車で帰って、うん、あの車の中でも後ろの席で寝てたんやけど、うん、その時もお年玉ずっと握りしめてた、かわいい、かわいいな、嬉しいは嬉しい、嬉しいは嬉しかった、可愛かったな、そうよ、だから本当になかなかお二人とないんですよ、ないんですよ、接点は仕事もそんなにね、同期はね、同期ってそう昔からそんなに接点ないんですよね、はい、確かに、なんか会えばいつもなんかこう楽しいお話をさせてもらってるみたいなイメージあるんですけど、仕事でそうがないんですよね、すぎまくりは本当にないですよね、レギュラーも一緒にやったこともないし、ないない、だから昔のね、なんかアカシアマンションでちょっと一緒になったとか、ああいうさんまさんが笑ってはいけないとかで出られてとかはあるぐらいなんよね、飲みに行ったこともないでしょ、ない、ない、一回もないね、あ、僕は田中、俺はある、レイジと、ありますあります、あの藤井高橋、これもまた同期でね、同期を返してとか、それ以外も差しで行ったこともあるよ、そう、どっち側から誘っていくの、その場合は。その時どっちが俺から誘ったかね、なんか流れで。行って静かなもんやったね、長い。だらだら長いの。そう、恵比寿の焼き肉屋さんで。だらだら。あ、マジで、はい。そうそうそう。いや、長くもないね、そんな別に。そんな長くなかったな。一軒目中華行って二軒目焼き肉って言うの。そうそうそう。今日は危ないの。なんかめちゃくちゃやけどな。その組み立て。キャッキャ言うて。うん、で、肉ずっと肉眺めてて。おいしいなぁ、そうそう。ここの正面やったら肉の色もっと変わったらいいなとか、ぶつぶつ文句言う。ほんまにどうでもいい会話ね、そんなあったり、あの、藤井隆。うん。藤井が声かけてくれて、あの、カラオケ行ったりとか、そんなんは。なんかね。隆そういうのなんかやるやん。なんか真ん中に入って、上手でしょ。上手ですよ。回して回して、ね、場を楽しくみたいな。二人やったらどっちがどうなるのかなと思ったけど、やっぱそういう感じになるんだ、こう。そう、でまあまあ、レイジが基本いろんな楽しい話を。まあ喋るけど。手とかやるけど、ここはどうですか、あの、遠藤さんと。じゃあ、一回もない。連絡先もないですか、知らないですし。あないな。そう、僕も剛さんとないから、一回もない。翔さんもなんかちょっとミステリアスというか、なんか一緒にこう、筋肉にはまった時期が、まあ噂では入ってきたんですけど。そうそう、筋肉にはまって、もう家族に集中してみたいな。筋肉の家族ですか？筋肉と僕もどうでもいいんだよ。もうどうでもいい。だからさっきもね、高尾さんながらレイジとも喋ってた、松井さんも喋ってたんですけど、やっぱ、51のこの段階で、まだ言うても、上の方がまたたくさん君臨されてる、若手っちゃというか、若手というか、まあ頑張らなあかんやんか、ほんでもうこの低たらくやから、低たらくって、いやもう髪の毛切んのもめんどくさいとか言い出してるおっさんやんか、特に俺なんて、だからさんまさんとかってやっぱそうすごいなって話になって、確かにそうそうですね、58歳です、68歳、誰よりもアンテナ高いし、動き回ってあるし、飲みに行ってもやるし、ゴルフも、お前と僕、25日、さんまさんとゴルフ入れさせていただいたんですよ、ちょっと仕事が、昨日か、仕事でちょっと僕、行けなくなったんですけど、ゴルフもなんかいろんな方と積極的にやってたりとか、飲みに行ってね、飲みにも行って、髪の毛ちゃんと染めて、髪の毛も染めてはんねん、20代の子とベラベラ喋ってたから、もう20代の子が、もういいよ、言うぐらいしちゃって。質問攻めにして、すごいな、いやだからそれすごいですよ、やっぱすごいな、後輩と接したりしてる、誰か後輩とか、後輩はおる、田中さん、俺はちょっと慕ってくれ
ってる後輩は、うん、あの解散した猪下よしコンビのよしいが、うん、あのすごい慕ってくれてるけど、うん、俺はそうでもない感じかな。ちゃんと慕れよそれ。怒られるわ。慕ってくれてるのに唯一慕ってくれてる後輩やからとなんかちょこちょこやり取りしてなんか YouTube 呼んでもらって遊びに行ったりとか、じゃあ今度飯食べましょうかとかぐらい。なるほど、本当それぐらい。俺は俺も軍団があるんでね、山本さんを中心とした、うん、軍団山本がやっぱこう、うんうん、でもね今もうそれぞれもうみんなファミリー作っちゃってるんで、山本さん もう結婚されたんで、うんうん、そっか、だから本当に今もうね3ヶ月に1回も会わないんじゃないですか、ね、半年に1回ぐらい会って、会ってちょっとみんな集まってちょっとまあ近況を喋るぐらいの感じで、あとまあたまにおのおのの家にまあお正月とかあと新地みんな集まったりとか、みんなお年玉、もう子供いっぱいいるんでね、お年玉あげやったりとかぐらいですよ。もう後輩ととかっていうのもない、ね、だ飯食いに行って飲みに行ってめちゃくちゃなって、はいはい、もう金ないわどうしようみたいな、もうそんなんはもうないないでしょそんなん。50過ぎてそんなん、いやいや、そんな社会不適合じゃないですよ。ちゃんと社会にはちゃんと適合してますよ。でも昔は適合してんかったでしょ、そら。え、昔昔昔はしてないでしょ。そら銀座7丁目時代これはしてないでしょ。ね、我々は大阪で2丁目劇場、そうですそうです、ね、全く接点ないんだけど、なんか仲悪かったっていうね、要はあれだから、あれ仲悪いけど、そっちの仲悪かった部分には入ってないでしょ、うんうんうん、あ、どうなの。じゃ、例えばその七丁目劇場とか東京にこうなんか敵対心とかありました？中川家自身が。いや、僕らはないね。ないでしょ。うん、ちょっと心ここもないよね。ない。ちょっと上の。人かな、ちょっと上かな。そうですよね。なんかこう二丁目の下なんか、はい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 、ちょっとピリつくみたいな空気は確かにあったけど、でも俺ら別に普通の。俺らはなかった。よくなんか当時はそれこそ極楽さんとかを中心の七丁目メンバーと天祖さんが。仲悪かったとかっていうのはよく出てたけど、俺らほら天然素材の皆さんの番組の前説をやらせてもらってました。僕らもそうです。僕らもそう。あ、僕らもそう。大阪で。僕ら東京でやってたんで。東京で。そうそう。だからそこの皆さんにも可愛がってもらったから、うん、そんな感じもなかったのよ。でも7丁目行った時に、ロンブーとココリコと、うん、どんどこどんがおったけど、はいはい、うん、これ誰も喋ってくれんかった。ほんまですか？鮮明に覚えてる。ほんまですか？で、グッサン、喋ってくれ。グッサンだけギター持って楽屋に入ってきてくれた。あ、グッサンはもう、もう上手やったな、あの頃から。そうですね。そうね、はい。すごいですよ。それだけ、それっていうの、一回だけ行ったことあるのかな、7丁目。本当ですか？でも、俺らの意識の中で、あ、なんか大阪の人来てる、中川来てるの喋らんとこみたいなのは1ミリもないよね。なかった。多分タイミングが、タイミングかな。喋ってたとか、多分そんな感じだと思いますけどね。確かにそうやわね。ロフトラはなんかね、昔そういうの聞きますけどね。だココリコ、あ、それ以外はココリコは、はい、オールザッツ漫才と大阪の番組で、はい、手で一緒になったぐらい、はい、それは鮮明に覚えてる。はい、ものすごい滑って帰ってきた。もうあれは、あ、一回だけやろ、俺が知られたね。あ、オールザッツ漫才。年末でしょ。笑めちゃくちゃ笑ってるじゃないですか、もう。音に乗らへんぐらい笑ってるじゃないですか。ラジオがココリコ。そうですよ。せめて音乗してください。ココリコ。はい。ほんで、北海道からタカアンドトシ。九州から花丸大吉。はい。これ全員滑ったから。あ、タカトシも花田さんも滑ってます。全員。これはすごいね。大阪弁以外受け付けへんみたいな。そういう時代もありましたもんね。怖ーって怖ーってな。怖かったな。居場所がなくて。そう、居場所ないな、ね、俺すげえ覚えてる。居場所がなくて、もうど大阪出身やのに2人とも、まあ、そうなんですよ、ね、そうなんです。これでもね、俺いまだに言われんねんけど、うん、もう東京来て、まあ、大阪出身は認めますよ、うん、ほんで東京来てもう31年じゃないですか、うん、我々ね、うん、でも標準語とかもやっぱ出るじゃないですか、普通に。うん、はい、なんやったらもう普通に標準語で喋ってたりするやんか。うん、ほんなら、もう YouTube とかやってて、コメント欄とか見たら、うん、遠藤キモい大阪弁喋れとか、大阪打ったんかとか、いやもうええ加減にしてくれへんかな。とか、お前らダサいねん、もうそれ。いやもう、今だいや、31年東京住んだら東京弁なるやん。なる、そりゃそうね。コテコテの大阪でやってたら別ですよ。大阪でもうなんかね、もうずっとお世話になってて、大阪弁丸出してやってて、東京来て変わってたらわかるけど、大阪で1ミリもやってないよ、俺ら。そんなことまだ言うみたいな。ダッサいわ、これ言うやつと思ってんの、俺。全部ブロックしてるよ、そんなやつ。マジで。まだおるもんね。マジダサくないよ。いや、だから長いこと東京で生活してたら、やっぱ子供とか家族周りの生活してたら、もう関西弁が怖がられたりするから。ああ、確かにね。そういうのがあるからね、ちょっと抑えたりすると。確かにね。あんた全然変わらへんやんか、別に何も。田中さんだってもうほんま、標準語やもんね、基本ね。
本当に、うん、いやそれ標準語やな。いやけど大阪の時からそんなにきつくなかったよ。そう俺はそうやね。もうあのその言葉がそもそもがね北やからなんか北摂の方意外とマイルドでしょ。なんか豊中でしょ。豊中です、うん、豊中もそんな柄悪いで違う、どこですよ。どこでしたっけ。森口森口でしょ。豊中もうボンボンしかいないじゃないですか。ボンボンなんかおれへん。上品でしょ。だってあのココリコ藤井隆。あもう上品豊中ですか。いや豊中どこなんよ。だから豊中の駅で言うと八鳥とか庄内とかです。うわそんなん。それは下町やん。庄内だから大阪市の西成区と一緒です。なまあ西成もええとこですけど、ええとこですけども、いや庄内は庄内あの辺はもう上品という分でもいかんでしょ。まあ確かにそういう意味で言うと下町っちゃ下町ですね。まあそうそうそう、まあそうやね。そうそうそう。で大阪人らしくないかから田中君が。あ僕の方がそうですか。だ結構言われたと思うね。大阪の人やったらもっとこうめちゃくちゃ言われます。やっぱりああもっとこう元気出さない、うん、はい、もう俺もそういう風に言われる。大阪やのに。あ俺でも分かるような気がします。僕じゃ全員が全員ああじゃないっていうのはもう、はい、これをちょっと本当にご一緒さんお願いします。俺ね中川家の2人が、うん、まあ、もちろん同期ですよ、うん、千代さん年上でいらっしゃるけど、うん、大好きなのが、うん、大好きなんですよね、うん、全然まあタイプが違うじゃないですか、うん、ほんでレイジはやっぱまあ、うん、憧れるんですよ。あ、もうこんなタイプのなんか芸人さんとかは素敵やな、うん、何でもできて面白くてとか。うん、互角形がもうすごいね。そうそうそう。っていうなんかこう憧れの部分もあんねんけど、千代さんももちろん憧れの部分もあるんですけど、うん、ちょっとこう近しい感じがするんですよ。同じ匂いを感じる。そう、タイプが。うん、だからなんか自分もなんかこう、千代さんとこう、投影できてる感じがして、うん、ほんでまだ違うタイプのレイジがいるコンビやから、うん、中川家が好きやね。ああ、なるほどね。はい。なんかすごいなんか自分に近いコンビって、俺すっげえ熱く語ってるじゃないですか、うん、中川家を。我々、そうなんですよ。我々苦手やからね、意外と大阪。そう。あ、ほんまなのレイジもですか。ロケもすごい大阪では下手やから。そう圧倒されて。圧倒されて。ああ、じゃあちょっと似てるとこはあるんですね、うん、気質としては。うん、あ、本当？だからあれはもうやってるの、僕がやってるのはもう憑依してやってる。なるほど、うん。なるほどね。本当にああいう人とずっと降りたいかって言うと、別に降りたくない。どっか冷めてたよな。そうそうそうずっと。そう、関西の人が嫌いとかっていうわけじゃなくて。じゃなくて。関西もお世話になってるし、うん、関西もね、そう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 、もう両親もみんな関西大好きやけども、うん、合うわえんっていうかなんかありますよね、それはね。そう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 。そうそうそう。フードとして。そう。ああいうタイプじゃないもんね。そうですよね。なんかようやられたもん、先輩に。いかんかい、前、展開みたいな。背中ガーッと押されるのが、すごいもう、あんってなって。わかります、わかります。もうみんながみんなそうじゃない。すげえわかります。わかる。なんかもう本当に用でんかったもん、前に。出えへんな。そう。もともとひな壇とかっていうのも苦手やったんですけど、関西番組のひな壇なんかもう最悪やった。無理無理無理。一方どころか、息もしてないよな。そうよ。呼吸できてないでもその場でマネキンでよな。呼吸ができてないのに前に出れるわけない。もう何にもできないもん。本当にマジでただ見てるだけ。遠藤も結構そんな感じ。僕もそうなんですよ、実は。そうだそうだ。だから僕らの場合は、まあ、田中さんがもうもろそれがやっぱりこうね、自他ともに認められてるんで、だから俺がどっかでこう頑張らない。頑張ってくれてた。そう、頑張ってくれてたよ。すげえ無理して、なんか僕すげえ友達多いんですよみたいなこう空気に出してたんですよ。どこ行ったって物おじしなくて。そんな感じしてたんだ。やってくれてた。あの、俳優さんとかも全然僕喋りますよ。してた、してた。そんな感じしてた。実は僕全然違うんですよ。すっげえだから頑張ってくれてた。めちゃめちゃ頑張ってたんですよ、あの時期。だ本来はもう当時から髪の毛も切りたくなかったどうでもよかったよな。足りなんかしゃぐなかった。どうでもよかったやけど。しゃぐなかった。ただ売れるためにはといろいろ考えた。相方を見てやっぱその時ってやっぱねコンビでやってそうね。まあでもそれはもうすっごいあった。バランスバランスみたいな考えて、じゃあ俺しなしなしなみたいなんで。いやだからその反動で今それ、ね。今そうなんですよ。白髪ボーボーのあらスタイルどうでもいい。よかった。さあ一旦 CM のね交通情報挟みまして、またちょっとまたここにご付き合い願います。はい、お願いします。はい。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。0120-10-10-10-10
10-10で無料確認。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。時刻は2時25分です。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの佐々木さん、お願いします。はい。首都高速道路中央環状線の外回りが事故のため渋滞しています。中央環状線の小杉ジャンクション方面へ向かう外回りは千住新橋で事故のため江北ジャンクションまでの渋滞です。ところで首都高速道路の羽田線と横羽線が工事のため明日から通行止めになります。工事が行われるため羽田線の平和島と横羽線の大師の間は明日27日土曜日の午前5時から6月10日土曜日の午前5時まで昼夜を通して上下線とも通行止めになります。ご注意ください。高速道路は東名高速道路の下りが神奈川県の大和トンネルを先頭に7キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの佐々木でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報はウドラジの中で3時55分ごろお届けします。五木ひろしコンサート2023、6月20日神奈川県民ホール、22日ウエスタ川越大ホールで午後2時開演。チケット好評発売中。お問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。あの込み入った話しましたね。交通情報中にね、中に情報中誰も聞いてなかったでしょ、交通情報。僕だけもしっかり聞いてましたから。聞いてないよ。聞いてましたよ。聞いてないやん。飛んでんねや、こう。広げて喋ってたよ。飛びついてんねや。あ、本当にもう皆さんとリスナーと同じ目線で。ああ、大事やけん。喋ってたから。いや、興味あるな。そうなんです。あのメールも来てます。ありがとうございます。紹介させていただいていいですか。この方はパーリンさん、沼津市の方。ここにこの二人は大阪出身だそうですが、なぜ東京吉本所属なんですか、ね、関西出身なので大阪吉本だと思ってましたっていう。まず、まあ、確かにね、世代も一緒やし、ね、うんうん、そうですね。で、あの頃ってね、まあ、ダウンタウンさんとか我々も見て憧れてみたいなことやけど、大体普通に大阪の NSC 行けばいいのにみたいな感じだったけど、不思議。それさっきのトークの中でも出たかもしれないですけど、はい、やっぱその大阪のお笑い番組とかを見てて、うん、はいはい、素人の頃から見てても、やっぱりあの、この空気感というか、そっから。うわーうわー、なんでやねん、俺や俺や、待て待て待て、うわうわうわー、みたいなのがめちゃくちゃ面白いんですけど、もうなんか自分らがそこに入ってやれるのは全く思ってなかったですよね。なんで、もう二十歳だったので、年齢もいってたから。か、で、なんか、今から、例えばこう、NSC とか、中学生、ぐらいからでしたっけ、15から入れるっていうのがあったので、もう二十歳でなんか自分たちすごい年齢いってるような感じがして、ちょっと今から大阪よりも東京行って、コメディーがなんかしたいなみたいな、コメディーがしたいみたいな。そうなんですよ、俺コメディーが新喜劇はあるやん。あ、そうやったんですけど、なんかこうその時は新喜劇もそうなんですけど、なんかこう映画とかコメディ映画が好きな青年やったから、なんかそっちのコントとかコメディでなんか想像みたいのもあってっていうので東京来ました。はい。それはそれで怖いよね。でも大阪の人間が突然、何の当てもなかったです。二十歳そこそこで、はい、東京行って、はい、はね、今みたいにこう進出しました言ってね、みんな仲間おる状況じゃないもん、ね、周りに。で、吉本とかも何も決めてなかったもんね。もうどうしよう、知り合いもいらいいひんし、事務所でどうやって探すのを言って、たまたまその若手の人が、お笑い番組やってて、でそこで今度こんなライブやりますって告知してあったインパクトさんっていう、吉本に所属されてた3人組の方がいらっしゃって、その方が告知したライブがいついつありますよ、これ遠藤さん受けに行こうや、言って受けに行ったライブが吉本主催のライブやったんですよ。たまたま。そこからなんか預かってもらうようになってっていう。まあ、それの詳細詳しく、あの、私今回本出しましたんで、そちらの方にも。あ、もうこれフレンと終わったのかな。危ないところで、なんかもう、メールが完全に触れへんなと思ったから。
怖い怖いと思って。同期だからこそ分かる感というか。ああそんな感じだった。これ多分触れへんパターンやな。うまいこと。うまいこと。触れへんと面白がるパターンやな。あかんあかん。遠藤正蔵さん。はい。あれ悩んであるっていうの。ちゃんとあの僕の名前よりもタイトルタイトル我が輩はアホであるっていうね。タイトルで。我が輩はアホであるっていう。言うたらもう中川家もほぼ同世代っていう。はい。そうですね。まあここまでのエッセイをなんとなく立ち止まって書いてみたっていうので。なるほど。あのさっきの話とかも書いてますんで。子供の時の写真。子供の時の写真とかもね。かわいい。かわいいでしょ。この時はね。やっぱちょっと。うん、大阪っぽくないな写真が。あ、ほんますか。うん、裸じゃないもん。ま、いや僕ら知ってきますよ。大阪の人みんな裸ちゃいますからね。なるほど。まあ、こと細かくなんか書いてます。もうまあ言うたら自分の反省みたいな。そうですね。うん、あの本当にもういろんな縁と、うん、本当感謝をここにちょっと込めさせていただいて、うん、だから僕のフィルターを通していただいて、うん、まあさんまさんであったりとか、うんうんうん、タモリさんであったりとか、うんうん、トンネルズの木梨憲武さんだったり、もちろんダウンタウンさんだったりとか、うん、もういろんな方をちょっと関係をね、うん、書かせていただいて、もちろん相方田中さんとの出会いとか、はい、なんでこの吉本入っていったのかみたいなも全部、うん、意外と知らんもんね。だからそういう結構離婚ね、そうなんですよね。あと高校の時はだって遠藤君ずっとあれやもんね、香川県で。そうです、越境で野球やってて、越境でずっとやったもんね。そうです、そうです。めっちゃ俺なんか前なんかで、うん、なんかで一緒になった時に、はい、高校の時にもう野球でも缶詰状態やから、はい、もうエッチな本も見る、好きもないから、ダメだったんですよ。全くそういうのダメだったんですよ。唯一あったのがスポーツ雑誌で、はい、カタログです。ね、カタログ。グローブがブワーっと並んでるとかバットがブワーっと並んでるような。はい、カタログの何やったっけ？大石大二郎選手、当時近鉄のね、名セカンド選手がスライディングパンツって言って白いこうスライディング怪我せんよね、スラパンを履いてこう補給姿勢でこうまたバーンと割ってボールを取ってるところの写真があったんですよ。みんなそれをおかずにしてましたからね。いやもうそれぐらいなんかこうね、極端な生活でしょ。もうそうだからすごいでしょ。うちの遠藤さんどう、そうなんです、すごいでしょ。スケールが違う、もうスケールが違う、違いすぎるわ、なめんといてや、うちの遠藤さんな、違うね、そっから持ってこれるだから、もう俺発想力多分俺すごいと思う。すごい、そっから持ってくんねんもんな、ハマれば発想力がすごいと思う。そうよね、そっからガッと頭の中で膨らますわけやから、もういくらなんでも無理やで、それ普通は大石大二郎のスラパンから、いや無理よ、そっからこっから自分の理想像みたいなのを食べておかずにしてた。そうです、すごいよね、多感な時に。歌だけ良かったんですよ、 CD だけ良かったんですよ。それは当時浅香唯衣さんの シーガール、シーガールシーガールをもうみんなもうずーっと聞いて、うん、もうその、ね、シーガールっていうその響きだけです、うんうん、当時僕ら ABC とかなんかそういう色々あったじゃん。流行った流行った言い方な、その C の一番最高峰の C のガール、うん、シーガールっていうだけでみんなもうちょっとあのトイレ行ってきゃーおいおいドキ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 してすごいでしょ。大石大二郎の方のどこ行った、あさっきの中にはおるし、あらまあ、そうです、もうほんとそんな超極端な生活をしちゃったっていうのもあります、うん、ね、それが、そうですよ、それがあっていきなり東京来て、うん、そうですよ、頭おかしくなるよ、頭おかしくなるでしょ、なる本当に。でもちゃんと社会にはこう適合して一生懸命生きてますけどねファミリー作ってファミリー作って徐々に徐々に、はい、はい、皆さんにご迷惑にならないように生きてますけど、ね、やってます。さあこの方チョリマッツさん、愛知県の方、うん、これは NG と断ってる仕事とかありますか、これ NG みたいな、なんか何でもやりそうな雰囲気はあるんですか、うん、はい、うん、うん、NG ないかな、なんかなさそうな感じですよ ね。俺でもスカイダイビングはもう、うん、あ、うん、断ってるというか、一、うん、回やってもうすごい怖くて、うん、あの NG にしてるんやけど、うん、別に二回目のオファーが一回も来たことない。いやアハハじゃない。アハハじゃなくて。何がおかしい、なんで自分でそんなハマってんの、何がそんなにハマってんの、俺自分の中でめちゃ怖くて、ねえね、えスカイダイビングより怖い現場なんか今まで流行ってだって煙突の上乗ってて、ね、はいはい、もちろんもちろん、ね、怖い、あれも怖かったんですけど、うん、あれはまだ命綱がちゃんとあって、もちろんそのスカイダイビングタンデムで飛ぶんですよ、インストラクターさんと一緒に飛ぶんですけど、すっごいやっぱ怖い
くて、うん、で途中で僕コンタクトなんですけど、うんうん、落ちてる途中にコンタクトが、肩を飛んだんですよ、うんうん、ずれて、なおさらその視界が、うんうん、もうバランスがおかしくなったから、うん、めちゃくちゃもう怖かったです、うん、ぐるぐる回ってるような感じで、うんうん、ほんでもうそのこれ以上もうスカイダイビングはうん、同じですってあの会社に行ったんですけど、うん、そっから2度目の一度もないから一度もないから何をハマってんねん、なんでそんなハマってんねんその話、うつ来るもんね、はいはいはい、ほんで20年ぐらいNG 出して20年ぐらい経ってんのに20年間一回もこめちゃくちゃ笑ってるやんか、一回も来へんから何のための NG やった来るでそんなこと言うたら何のための NG なんか面白いな、いや俺思うねんけど、あのガキ使ってずっとやってるでしょ、はい、ことあれ怖ないの、あの現場って怖いですよ、怖いっていうのは今はそうでもなさそうやけど、その、まあ、若い時ね、もっとなんかあれ会議ある、うん、終わった後ありますあります、やっぱり、ま、それはもう毎週やって、はい、前行った時に、はい、お疲れ様でしたって開けたら、はい、みんなシーンってしてたから、はい、開けたらあかんかったなと思ってあの雰囲気会議があるんです、終わったから、ね、松本さんを中心に皆さんで、ね、で怖いっていうのは、うん、そのダンダンさんっていうことじゃなくて、うん、企画です、あ俺が怖いのは、うん、俺がガキでやっぱ怖いのは、うん、その毎回さっきのその千代さんが覗いた時みたいに、うんうん、企画会議があるわけよね、うん、毎週、うん、じゃあこの話するみたいな、ね、もうその時にやっぱ聞いたことないような企画案を松本さんから、うんうんうん、次々生み出されるんですよ、うん、で今までのそのやっぱバラエティでないようなフォーマットとか企画やったりするから、うん、どうしていいかわからんくなって、うん、これ大丈夫かな、できるかなとか、うん、大型犬コンテストっていうのがあって、うん、で最初本当なんか大型犬を例えば連れてくるのかなとか、うん、なんかいろいろ考えてたんですけど、うん、いや違うと、みんなが大型犬になるって言って、でそれぞれが大型犬になるんですよ、うんうん、ほんで、まあ、大型犬になってそれぞれ、まあ、いろんなコーナーをやっていく、まあ、クイズに答えたり、うん、大型犬になってとかってそう、最初何を言ってはるかわからなかったんですよ大型犬コンテストで大型犬になって企画をやっていくみたいなことで、今までやっぱもうそんな経験ないし、そんな番見たことがないことがいっぱいガキは、うんうんうん、あるから、か松本さんの発想から、うんうん、それに対しての怖さはあります。できるかなっていう。あ、なるほどね、そっちの怖さですね、僕は。うん、ね、いや、ちゃんとできるかな、役立てるかなとか、うん、そっち。だって若い時からやもんね、あの番組。はい、25歳ぐらいから、もう幸せ期に入ってますね。長いっすね、ありがたいっすね。そうなんですよ。は、前説から入ったの、もう前説からですね。はい、最初は毎日からやらせていただいてなんですけど、はいはい、いやーすごいよね、まあやっぱすごいですね、やっぱ毎回やっぱ収録の前の日っていうのはやっぱね、こう緊張はしますね、はい、未だに、ああそっか、うーん、明日やみたいな感じ、独特なやっぱ明日ガキかってこうキュッとこう背筋がね伸びるというか、はい、さあこの方奈良市の市の、あもう時間、うわもう時間ですか、時間です、ありがとうございました、本当にほんまにね、田中がなんであそこだけつぼったのかねえ、いやわかるよ、でも二度目のオファー、ね、そうよ、なんかカッコつけて NG 出したのに全然それからか芸人が NG 出してなかなかやけど、そうよよっぽどやんね、そうなんですよ、なかなか NG なことはない、普通来るで、なんか一本くらいほんまですよね、20年やってたらね、うん、何十年も結構来て、何十年もオファー喧嘩って、あ20年も20年NG 出しよう、いや告知がございます。まあもちろん ありがとうございます。遠藤先生の、うん、我が輩はアホである、はいはい、はい、うん、こちらね、ちょっと本当に皆さん、はい、力抜いて読んでみてください、はい、はい、ありがとうございます。田中は明後日歯医者行きます大事な告知、大事、はい、羨ましい、はい、いや羨ましいやね本当によければぜひご覧くださいどこでやねんここにこのお二人でした、ありがとうございました、ありがとうございました。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎給付金のお知らせです。集団予防接種により B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方は最大3600万円の給付を受けられます。給付対象のご家族が亡くなっている場合相続人に給付されます。まだ給付を受けていない方は給付を受けてください。特に現在健康な方とご遺族の方は給付を受けていないことが多いのでご注意を。また発症から20年過ぎると4分の1に減額される可能性があります。今すぐあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-707000番、
707000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。暮らしの始まりにも素敵な出会いはあるよね。寄り添うように、一般住宅からマンション建設、不動産管理まで、住まいのベストパートナープラスト。はい、赤ひげ薬局です。精力減退早漏に赤ひげのオットピン S 塗って効きます。オットピン S、 JR 新橋駅前、フリーダイヤル 0120-032-655。 赤ひげ薬局。この医薬品は使用上の注意をよく読んでお使いください。あなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？実は簡単にわかる方法があるんです。それが車たかし。たった1分、愛車の情報を入力すれば最大10社の査定額が届きます。比べれば一番高く売れるところがすぐわかる。車を高く売りたいなら車たかしで検索。ベリーベスト法律事務所より、 B 型肝炎と一度でも言われた方へ最大3600万円の給付金制度。前から気になってたは今日で終わりにしませんか？まずは対象かご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。有働由美子、有働のラジオ。今回のテーマは私と洗濯。銭湯を出て洗濯物を取りに行ったら、そこに男性がいて、それが秋代さん。何ですかそれ？ラブルの悲劇で薬師丸ひろ子と世良政則が出会うシーン。ポカーン。ウドラジは今日午後3時半から。コインランドリーの出会い憧れた。さあ、今日の日本放送ラジオリビングは、調査見積もり無料、産業消毒のシロアリ駆除サービスを早期割引価格でご紹介しますよ。お風呂場や玄関、お庭などで黒い羽アリ見かけませんでしたか？もしくは何の虫かわからないんだけれども羽が落ちていたなんてこともありませんか？もしかするとそれはシロアリがあなたの家にやってきたサインかもしれません。今日はあの参考までに生きたシロアリもスタジオにおりますので、ちょっと眺めながらお聞きくださいね。食べてるわ、キー。そうなんです、よく食べるんです本当に。シロアリにはなりたくない。シロアリはなりたないな。何になるにしても、何になるにしてもね。この時期シロアリは餌になる家を探すために黒い羽アリになって地上に出てくるという年に一度のタイミングなんですね、うん、まさにこの瞬間にもシロアリがやってきて、むしゃむしゃとあなたの大切な家を食べながらうじゃうじゃ増えてるかもしれませんよ。スタジオに実際にシロアリ被害に遭った柱の一部があるんですけれども、うん、はい、もう中覗いていただくと、これもみんな空洞ですよ。そうなんです。なんか柱、あの米粒くらいのシロアリがこんなに大きな穴を開けるんだという。しそんや、これは。そうなんですな。何をそんな食べることがあるんですかね、うん、本当にもう。シロアリが厄介なのは、素人が見ても被害がほとんどわからないことなんですね、うん、はい、万が一家の土台まで被害が進むと修繕に数百万円かかってしまうこともあるので、うん、お家を建て直す費用を考えると、うん、定期的な点検を欠かさない方がお得なんですね。ラジオリビングと創業98年の老舗、うん、産業消毒の共同企画、シロアリ駆除サービス、うん、経験豊富なスタッフが入念に点検をしまして、はい、お見積もりと的確な対策のご提案まで無料でいたします。調査見積もり無料、産業消毒のシロアリ駆除サービス、うん、例えば1階の床面積が20坪のお宅の場合ですと、お値段の目安は通常24万2000円かかるところ、うん、税込み20万2400円。これは産業消毒に直接頼むよりもお得なラジオリビングの特別価格なんです、うん、その上今回は早期割引でお見積もりからさらに1万円引き、うん、税込み19万2400円になります。資料のご請求はフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ、うん、確かにこう謎の羽が落ちてることってあるんですよね。で、今日
実は写真もあるんですけど、写真すごいですよ。そうなんです、白いわけじゃないんです ね見間違い出ちゃうこともあると思うんですけどね。少しでも不安だなと感じたらぜひお申し込みください、うん、これすごいのは何事もなければ調査と見積もりまでは無料ですので、うんね、ぜひお気軽にお試しくださいね。実際にお申し込みいただいた方からは、シロアリ駆除はどこに頼んだらいいかわからなかったけど安心してお任せできましたとか、うん、早めに対処できてよかったですなどいろいろお声いただいて、熱量が伝わるのが直筆でお手紙いただいていて、うん、はい、その点検のスタッフのお名前を、ね、入れてらっしゃるパターンが多いんですよ。なのでいかにこう丁寧に作業していただけてるかというね、はい、ほんまですね、お名前が入ってて、結構個人名でね、お礼状が届いたりっていうぐらい丁寧にやってくださいますからね。駆除作業は20坪のお宅でおよそ3時間、しかも作業後5年間の保証付きです。対応エリアは島嶼部を除く関東1都6県プラス静岡山梨です、はい、それともずっとシロアリを、はい、元気ですか今端っこでうだうだやってます、うん、うだうだやってるんで、そうですか、気持ち悪いな、ね、調査見積もり無料、三協消毒のシロアリ駆除サービス、うん、1階の床面積が20坪のお宅ですとリビング特別価格税込み20万2400円ですが、さらに今回は早期割引でお見積もりから1万円引き、うん、税込み19万2400円になります、はい、資料のご請求はフリーダイヤル0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。ファミリーホールのワンデーセレモニー、それは最後のお別れを一日で取り行う家族葬の新しいスタイルです。ファミリーホールは横浜、川崎、船橋、藤沢にございます。詳しくはファミリーホールで検索してください。精力剤の赤ひげ薬局、精力減退早漏にヘアグロン、塗って効きますヘアグロン、 JR 関内駅すぐ 0120-823-655。 赤ひげ薬局。ヘアグロンは第一類医薬品です。薬剤師の説明を受け使用上の注意をよく読んでお使いください。竹内芳恵のティータイムズ、毎回会社の代表の方や経営者の方をお迎えして仕事の内容、こだわりなどを伺います。日本放送ポッドキャストステーションで毎週木曜お昼12時配信です。お茶でも飲みながらのんびり聞いてくださいね。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか。周波数は FM93MHz、FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93、 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。日本放送強しエンレイジー from 中川家オーディオショー、オーディオショー、テーマ徳を積んだ話。この方千葉県のコシアンさん、私が徳を積んだなと思うことは車の運転で譲ることです。なるほど。どちらかというとハンドルを握るとイライラすることが多いんですが、他の車に道を譲ることで事故が起きるのを少しでも減らすことに貢献できているのかなと思っております。どうぞどうぞって、僕は手で会えるの好きなんですけどね。あ、手でどうぞどうぞあれたまにね、向こうもどうぞいう時にあるあるある。あら、お見合いするんですね。あとパッシング、あ、ライトで行ってもいいよって言ってくださいいうのもやるけどね、たまに。あ、なんでワイパー動かしてしまった間違えた、恥ずかしい。もう車乗ってる人はよくあるわ、ね、シューってあの液体出てくるから何のあいつしとんねんあいつって思われてるじゃない、あ、わかるわ。でも、うん、もうこれで今日いいことあるって僕も思うもん、運転してて。あ、それ自分でやった時に、ね、うん、どうぞどうぞ。あ、なかなかそこまでの、行かへん人おるけどね、固くなりに逆に怒るけどね、行けよって大丈夫やからっていうかありますね。合流ポイントなんかね、あるんです。わかるわ、性格ね。うん、いや、まあ確かに性格変わる人いますからね。あ、乗るとね、車運転するとね、全く真逆の人いますからね。普段おとなしいのにハンドル握ると急に荒っぽくなる。これラジオ聞いてる人なんで、もう多分レイジ君が荒っぽい運転と思うでしょ。もう真逆ですね。はい、レジさんは安全運転、丁寧に、僕はもうキュッキュッって結構ね
あ、行きますからね。ほんまに。あ、そうですか。営業帰りなんか二人でこう競争するときなんかありますけど、ね、なんかどっちが先やみたいな感じ。でも僕はもう結局、あ、もう怖いなって、このまま行ったら怖いな思って。シューッとゆっくり。原則が、ね。ポンピングブレーキ使ってるもんね。そのポンピングブレーキなんか使えへんわな。キャーッと止まるから。ワン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 言って意外にそうなんですよね。意外と僕は、まあ、まあでも安全運転もそうですね。ね、今も車乗りながら聞いてる人見てると思うんですけど、お二人競争してるんですか。え、なんかね、そこだけ気になる。お互い、あ、今腰折ったらとか高速とかね、あ、追い越し車線走っていって、あ、ちょっと、あ、そっち走ったら混むのになとかお互い思ってるんですよ、ね、俺はこっちから行くで行ったらええなお互いに、だから思いながらね、別に答え合わせはしないんです。そうです、はい、この後も徳を積んだ話教えてください、はい、地球の使者パンサー尾形です。家庭菜園地球からサンキュー、サンキュー。食料自給率 CO2 問題サンキュー、サンキュー。菜園で地球からサンキュー。植物に元気を与える肥料ハイポネックス。時刻は2時53分です。安心と安全を運ぶ千葉県トラック協会がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。長野県中野市で男が猟銃を発砲するなどして警察官ら4人が死亡した事件で、逮捕された市内の農業、青木正憲容疑者31歳は、調べに対し容疑を認めているということです。容疑者は中野市議会の青木正道議長の長男で、長野県の公安委員会から猟銃や空気銃など合わせて4丁を所持する許可を得ていました。また県警によりますと、現時点で家庭内でのトラブルは把握していないということです。一方、亡くなった警察官は防弾チョッキを着用していませんでした。岸田総理大臣の長男翔太郎秘書官が総理公邸内で親族と記念写真を撮るなど不適切な行動をした問題について、立憲民主党の泉代表は今日の記者会見で、秘書官の職からは更迭しないとする岸田総理の対応を批判しました。まあ、総理としては息子を特別扱いしないと、一公務員であるということを踏まえて、公正に適正に、まあ、厳正に処分をしていただくのが普通じゃないかと。それがないとした厳重注意だけならば甘すぎだと、息子に甘すぎだということになると思います。一方、公明党の石井幹事長も会見で翔太郎秘書官の行動について苦言を呈しました。不適切とは言えないというふうに思います。まあ、大変遺憾であります。自覚と緊張感を持って、職務に当たっていただきたいと思います。やはり国民の信頼を損なうことのないようですね、対処していただきたいというふうに考えています。次に、東京足立区の区議会議員選挙で初当選した後、偽ブランド品を販売した罪で罰金刑を受けていたことが発覚した和田愛子区議が、任期初日の今日、区議会議員を辞職しました。私は38歳で、今月21日の足立区議会議員選挙で立憲民主党から立候補し初当選しました。しかし、偽ブランド品を販売した商標法違反の罪で罰金刑を受けていたことが当選後に発覚し、立憲民主党の東京都連が除籍処分としていました。おしまいに、食品メーカーの江崎グリコはヨーグルトやプリンなど82品目について8月1日から順次出荷価格を 1% から 18% 値上げすると発表しました。原材料価格や燃料費の高騰が理由です。ウィフィックスヨーグルトほんのり甘い 375g は希望小売参考価格が222円から233円になり、ビッグプッチンプリン 160g は165円から168円に値上げされます。江崎グリコは今年2月にもチョコレート菓子のポッキーなどを値上げしています。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。いつでも注文でき、すぐに届くネット通販。いつも品揃えを絶やさないコンビニ。そこには当たり前の日常を支えるドライバーがいます。
ドライバーの労働環境の改善にご協力を。千葉県トラック協会。さあ、テーマメールいきましょうか。テーマ徳を積んだ話。この方、神奈川県横浜市木田のパパ。コインパーキングでたまに番号を間違えて他人の駐車料金を精算をしてしまった時は徳を積んだと思い込むようにしています。なるほど、えらい。あるわ。こんな無理やわ俺。ある。あります。 ありますこれ。全然違うとか、まあ、うわ、結構19番と16番間違えて俺16番やった結構払うねんね。びっくりするよね、あれ来た人も。俺払ってへんでと思うやろね。ゼロ円になって。そう、ほんまに。ありますわ。いや、もう今意外とないもんね、駐車場も。コインパーキングあるけど満車やったりね。満車ですね、大体満車ですね。日本放送とか駐車場あるんで助かりますけど、うん、違う現場なんか行ったらもうここのパーキングどうやって入れんねんみたいなとこあるもんね、うん、あるあるある。狭いとこもありますしね。ある。1台だけのとこありますしね。1台1台しか入れへん、ね、この後も徳を積んだ話、ね、ぜひ教えてください、はい、お知らせを挟んで3時になります。食べる、買い足す、備える、食べる、買い足す、備える、食べる、買い足す、備える。普段よく使う食材を多めに買っておいて食べた分だけ買い足すことをローリングストックと言います。シーチキン L、 シャキッとコーン、朝からフルーツ、羽衣フーズの商品でローリングストック始めませんか。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。国は現在集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方に最大3600万円の給付を行っています。昨年度のお客様への給付金は平均1000万円以上でした。ところが多くの方が未だに手続きをしていません。まず B 型肝炎ウイルスに感染していても病気を発症していないため放置している方が多いです。しかし健康な方でも給付の可能性は十分にあります。次に家族を肝臓病で亡くされた方も放置していることが多いです。しかし、これらが原因で家族が亡くなった場合、遺族などの相続人が給付の対象です。最後に、この給付金ですが、請求期限があります。準備期間も必要ですので、今すぐあなたやご家族がいくらもらえるのか、無料でご確認ください。もう一度言います。B 型肝炎の給付金には、請求期限があります。準備期間も必要ですので、今すぐあなたやご家族がいくらもらえるのかだけでも、無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番 70-7000 番。第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。 B 型肝炎って言われたことがあるんだけど、別に体調が悪いとかじゃないんですよ。相談できないわよね。いえ、大丈夫ですよ。相続税の申告を後回ししている方へご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800。 東京税理士会所属税理士法人48。 Ladies and gentlemen, 日本放送 The Radio Show。 さあ、この時間はこちらのコーナー、レイジさんお願いします。中川不動産。毎週一つの駅にスポットを当てて、その街に関するおすすめスポットや美味しいご飯情報などを教えてもらうコーナーです、はい、今回ご紹介する駅は永田町。永田町です。永田町はないんじゃないですか。それはさすがに、うん、って思ってましたよね、はい、結構いただいたみたいですよ、はい。まあ、ちなみに有楽町からで言いますと、はい、東京メトロ有楽町線池袋方面に乗って2駅です ね、うん、いいですね。桜田門、永田町、そう、4分ほどで着いてますよ。桜田門外、はいね、門外の変があったところですね。桜田門って そうでしょ。桜田門外でしょ、門の外でしょ。門外の変があったところでしょ、桜田門って。はい。
おかしく。30過ぎるとこうなるんですよ。30過ぎると。ねえ、おやつの時間やから、おやつ食べてないから、やからか。何でしょうね。あるんですね。ありますあります。お任せください、ね。港区の風子さん、はい。私がぜひ行ってほしいのは国会図書館です。国会図書館。はい。基本的に閉会式なので、うん、本を請求して待たなければなりませんが、うん、日本で発刊される本がほぼあります。うん、漫画もあります、うん。私は会ったことがありませんが、お忍びで芸能人も来ているみたいです。今は予約しなくても利用できるようになり、喫茶店や売店もあります。うん、という図書館ね。結構調べ物するときにね、すごい。想像してた本屋さんと違うわ、はい、一応発表ではおよそ450万冊はあ、そうですよ。いやーすごい、ね、ここで本全部読んだら博士になれるね全部は無理ですもんね普通に全部は、いや、ね、1日1冊読んだら365日毎日毎日通ってられへんでしょうこれは。そうですそうですおかしになってます、おかしになってます。すごいよ、そうか、まあ、国会ね、ありますから、国会関連の。そうですよ。そしてこの方、富山県からジュニアさんという方です。はい。おすすめは、キャピトルホテル東急のラウンジ、はい、折り紙です。ジャイアント馬場さんが常連だったので、うんうん、プロレスファンの聖地になっています。馬場さんがよく食べていた、かなりいいお値段のチーズバーガーや、うん、アップルパンケーキを自分も食べましたよ。さすがに美味しかったです。地下駐車場には戦車みたいな外車がゴロゴロあってビビりました、うん、この場所もねこの辺は多分そうなんですよね、はい、そうなんですか、そんなん、はい、ラウンジの内観とチーズバーガーの写真がうわー美味しそう、シンプルなねえ、ねえ、あとここなんかパーコーメンが有名なんですよね。あ、そうなんですか、ね、そう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 、うわーすごい美味しそうやなこれ。パコーメン、パーコーメンパーコーメン、うん、ミャン、ミャンじゃない、ミ、あ、コーミャン。本格的に言わんでね、中華風。あ、コーミャン。そんな言わへんねん。チーズバーガー。いや、それはええ。チーズバーガー、チーズバーガー。そうですね。ほう、ラウンジですって。そうですね。ポテトも、絶対うまいはず。うまいね。私、いまだに緊張してます、こういうとこ。まあ、確かに。確かにね。ちょっとね、敷居が高そうには見えますけど、うん、8000ぐらいですか、コーヒー。するか。いや、そんなせえへん。そんな人も苦情来るわ、もう。そっかそっか。うん。ああ、そうですよね。いいですね。で、長田町ですか。長田町ですね。へ、うん、ちょうどあの、神社の裏ぐらいにあるのかな。あそこ、何神社でしたっけ、まあ、もういいです、もういいです。ま失礼しました。はい、次行きましょう。はい、世田谷区のくるみゆさんです。はい。飲食店が少ないイメージがある長田町ですが、意外にあります。はい。夫が永田町にあるオフィスビルで働いていますが、はい、全国町村会館ビルの地下にあるペルランという洋食レストランを紹介します、うん、日替わりメニューが4種類で1000円前後、うん、紅茶もしくはコーヒーがついてきます、はい、月末のスペシャルデーはスープとサラダ、デザートまで、うん、高級感ある中お手頃ランチがいただけるのでおすすめですというペルラン、はい、お店の雰囲気とメニューがありますよ。あ、もう至ってシンプルな感じのお店ですね、うん、これ。はい、なんかいい感じですね。ね、いい感じですね。うん、あ、それな、ドリアかな。グラタンや。うわ、美味しそう。日替わりメニューですって。熱いよって言いながら。あ、安いですね。ホットカー10円とかランチ。1000円いかへんねや。いかへんね。あ、そうなんや、うん。紅茶かコーヒーもついてきますね。アメ横と違いますね。アメ横は何でも1000円だよ、1000円だよ、なんだって1000円だよ。これいくらですか ?1000 円だよ。この本も ?1000 円だよ。この1000円札は ?1000 円だよ。そのままやん。昔やったことありますね。入れちゃおう、入れちゃうってね、あの有名なお菓子丼やの、ね。入れちゃおう、入れちゃおう、これを入れちゃおう、アルフォート2つ入れちゃおう。いくらですか ?1000 円だ。この100円玉は ?1000 円だ。なんでやん。高なっとるやねん。なるほど、1000円前後でいただけるそうですよ。そしてこの方、はい、三橋のマイケルさん、
永田町駅にある国会議事堂といえば、うん、国会の中にある吉野家には特別メニューの牛重という高級な牛丼があります。お肉は和牛を使っていて、うん、すごく柔らかくて美味しそうです。国会以外では、うん、羽田空港の国際線ターミナルにある吉野家で食べられるそうです。そういうメニューがあるんだ。牛重のお写真ございます。あ、また吉野家、普段の吉野家とは違う。そうなんです。重箱に入れるん？一般の方どうですかね。でもあの報道のニュース担当の森田さんは味わったことがあるそうで、美味しいと。お重に入って、そう、あら美味しそう。で先生方の引きこもごもの背中を見られると味わってたら、なるほど、面白そうやな、ここ行けたら。完全に誰でもってわけじゃなさそうですね、今情報によるとね。なるほどなるほど。牛重に行こうか。言うんかね。古いイメージやな、政治家のイメージが。牛重に行こうか。いや、そんな政治家みたいな政治家。シュッとしてます皆さん。今年は牛重を頼んでいておくれ。おくれ、まあ一緒に出てる。一緒に。俺変そうですか。いませんか。ほら初めて知る。美味しそう。食べられると国際線ターミナルに行ってね、羽田のそっちの方で、まあ、食べれるというね。はい、情報ありがとうございました。うん、ます、うん、ではレイジさんから見た永田町どんな町でしょうか。はい、永田町は、黒いセンチュリーが走ってると後ろに誰が乗ってんねんって見がちで、センチュリーを走ってますから、気になりますよね。あのね、あの網のあのカーテンとかね、あの隙間から誰が乗ってんやろ、多分偉いんやろうなって想像しながら僕大好き。よくわかります。では次回の中川不動産で紹介する駅、皆さんお願いします、はい、こちらです。あ、なるほど、また全然永田町とは違うようなところ。荻窪。荻窪、はい、はい、というわけで次回の駅は、うん、はい、お次は荻窪。荻窪です。中央線です。はい、荻窪です。ぜひ情報メッセージに書いて ngk@1242.com まで、必ず住所と本名も書いてお送りください、はい、締め切りは再来週になります。再来週金曜日の午前10時まで、懸命に不動産と入力してお送りください。以上、中川不動産でした。 JA 茨城朝日村のメロンってどれを選んだらいいのかしら。メロンについてる QR コードを読み取ると、ほら糖度や等級もわかりますね。光センサーによる測定で甘いものだけを選んでますよ。見かけたら QR コードをチェックして、JA 茨城朝日村のメロン。ビッグカメラ、節電節水、全力応援。節電なら省エネエアコン、対象エアコンへの買い替えで最大3万円引き。節水ならドラム式洗濯機、買い替えで最大1万円引き。さらにポイントサービス、節電節水家電がお得。詳しくは店頭ホームページで。ここでメディケア生命からのお知らせです。医療保険を検討中の60代、70代、80代の皆さん、そもそも医療保険に入っていない皆さん、医療保険に入る理由を考えたことはありますか？60歳を超えてから病気に対して不安になってきていませんか？病気になった場合に十分な貯蓄がないと大事な家族の負担が増えてしまうことも。そんなあなたに85歳まで申し込める医療保険があります。それは保険料がお手頃で保障が充実の医療保険、住友生命グループメディケア生命の新メディフィットエース。保険料は一生涯上がらず、入院や手術の備えに加え、先進医療の療養などの特約が10個以上あるので、自分に合った保障に組み立てることができます。例えば60歳女性の場合、ライトプラン21はなんと月々2335円で加入ができるんです。相談だけでもいいので、ぜひメディケア生命にお電話してみてください。お問い合わせは0120-157-056、 0120-157-056 まで。お電話の際に日本放送で CM を聞いたとお申し付けください。日本放送強しレイジー from 中川家。
さあ、それではテーマメール紹介したいと思います。テーマは徳を積んだ話。この方、カズピーさん、港区の方、スーパーで刺身が野菜コーナーにあったり、本来あるべき場所にない商品を見つけると必ず店員さんに知らせています、うん、皆さん一度カゴに入れた商品はちゃんと元の棚に戻しましょうね。そうですよ、これはそう、本当にあるもんね。野菜のところにドレッシングあったことあったから、ね、うわ、そんなのはいかん、ね、いいですけどね、野菜とドレッシング欲しい時あるし。いやいや、そのドレッシングじゃないかもしれない。選びたい。ドレッシングとかでも中川ですから、あの、うん、スーパーのね、あの、ね、調味料とかはね、スーパーはね、スーパーね、寒いですからね、あれなんとかならんかね、あの寒さは、うん、入ったすぐ、まあ、冬はね、ちょっと冷凍コーナーちょっと行くのが多いんですけど、ね、入ってね、すぐで、うん、あースーパーもう行きますか、スーパー行きますね、行きますか、凍えながら、ね、そうですよね、うん、寒いですよね。どの棚がテンション上がりますか、スーパー。あー、うん、今だと私スイカ、うん、あそうですね。でも一人暮らしはやっぱ一玉いけないので、横目に見ながら、でもカットスイカ高いじゃないですか。高いですね。器に入ってる。そうなんです。ずっと葛藤してます。確かにね。はい。あとずっとイチゴが傷んでるかどうか見てる人いますよね。おるおる。あれ触る人おるからね。いや、あかんよね。あれ、高いよ。指で触る人いますから。それはあかんわ。うん。ぐっと押す人います。押す人おんのよ。あれ、嫌な癖ついてる人いますよ、あれ。僕、あの、調味料を見るの好きなんで。調味料好きなんすよ、うん。あそこどうですか、ご当地ラーメンとか、あの、生麺タイプの。あのラーメンとか、ああラーメンとだしとね、うん、別になった、そうそうそう、店によっても違うしね、いろんな地方のラーメンありますから、うん、そのスーパーによって惣菜とかソースとか、あソース醤油味噌とかすごいですよ、各地の味噌とか、うん、ああね、うん、スーパーによっちゃね、置いてるずっとカレーの歌流れてるスーパーもありますしね。スーパーの音楽と、うんうん、そのカレーのコーナーの音楽がもう混ざってんのよ、うん。音楽言っちゃうとね、あ、そっか、どこか分かってますもんね。なるほどね。はい、スイカ分かるな。スイカ ね、いいですよね。美味しいよね、これからね。さあ、この方、葛飾区のアスカスさん。私の徳を積んだ話は、会社に落ちているゴミを拾って、ゴミ箱に捨てることです。うん、トイレに行くときや、喫煙所に行くときに落ちているティッシュなどを拾って、車内清掃の一端を担っている気分になります。偉いですね、ちょっとね。ルンバですね、まるでルンバのようなことしてるんですか、ちゃんと社内で、偉いですね。そういうね、それだいぶ徳の中でもだいぶ高いぐらいの徳ですね。ゴミを拾う、何気ないこういう、そうですね、ゴミは拾わないですからね、なかなか、まあ、喫煙所なんかで空箱ね、タバコの、はいはい、あ僕捨てますよあれ、あ全部イラッとするんだよあれ見たら、あと新幹線の喫煙所とか、あの丸い穴にね、空箱無理やり突っ込んでる人いるんですよ。あれ僕ポンと抜いて偉いですね。でまた入れます、入れるのプレミアム会員にはなれませんから。さあこの後日本チャレンジダーツリートをお送りします。、はい、日本チャレンジドアスリート、この時間はアース製薬がお送りします。タコの心臓ってができたと喜びを語った木村選手、来年のパリパラリンピックを目指して一つ一つしっかりやっていきたいと抱負を語りました。さらなる高みを目指し頑張ってください。日本チャレンジダースリートでした。消滅という言葉がある。消えて滅びると書いて消滅。当選の可能性が消滅といえば、当選の可能性が一かけらもなく消えてなくなること。惑星が消滅といえば、何らかの理由で惑星がこっぱみじんになり、跡形もなく消えてなくなること。消滅、恐ろしい言葉だ。その除草剤の名は草消滅。消滅というからには、本当に草は消滅するのか。アース構いらず、草消滅。実際に使って確かめてください。あ、財布にお金がない！という状況で、真っ先に思い浮かべるべき場所は、ん？ローソン？その通り！ローソン銀行の ATM なら、
ほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ、ATM ならローソンへ。日本チャレンジドアスリート。この時間は、トヨタがお送りしました。さあ、中川家座ラジオショーお別れのお時間でございます。本日ゲスト、ココリコをしていただきましたけども、はい、メール来ております。江東区の中介さん。ココリコさんと中川家さんの同期トークとても楽しく拝聴しました、はい、今日のトークは中川家さんたちの同期一覧表を片手に聞いていました。ココリコさんや中川家さんと同じ空気感の同期は誰かなと想像しながら楽しんでおりました。誰やろね、まあ、でもみんな大体あんな感じやろね。同期あとココリコ藤井君とかそうやね、あんな感じね喋るのね、そうですね、はい、この方は、スクラップの大群さん岐阜の方。ココリコさん中垣さんのトークすごい楽しかった、ガキ使う子供の頃から見ている番組でその裏側を少し聞けてよかったです、うん、今から遠藤さんの我が輩はアホであるをもう一度読み直そうと思います。ぜひぜひ、ね、さあ、これオープニングでセカンド関連の話ですね、リナリナさんラジオ大田区の方。セカンドは M1 など賞レース優勝者は出られないというルールですが、逆に M1、R1 など優勝者のみの大会があったら見てみたいなと思います。グランドチャンピオン大会みたいなことよね。なるほど、賞金1億で、まあそれは、ね、それぐらい、そうでしょうね、欲しいわね、それぐらいは、ね、欲しい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 、あそう欲しいですよ、それはね。出ますかお二人？出ます。うわー見たいな。出ます出ます、1億とね、あそれはあれか、30年以上寝てて家がつくとか、あそういうのつきますよ、グランドチャンピオン。あっ CM っておっしゃってましたね。そうだ、家家家あ家かさあ来週の中川家ザラジオショーゲスト、2時からはお笑いコンビ紅しょうが、そして2時後半からテンダラーのお二人。明日のサンドウィッチマンザラジオショーゲストは平成ジャンプの八乙女光さんです。そして来週のナイツザラジオショー月曜日のゲストお笑いコンビオズワルドでございます。はい、この後はウドウのラジオでお楽しみくださいね。はい、ここまでお届けしたのは中川家のレイジとジュースと東島ヘリでした。我々とまた来週の金曜日お会いしましょう。さよなら。さよなら。Thank you.
cả mọi người đã trở lại với kênh của Bích Diễm. Thì hôm nay nhân dịp chủ nhật thì cháu nó rảnh rỗi thì nó chở Diễm vào thăm một cái di tích lịch sử, một cái địa điểm tham quan nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, đó là quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Thì nhân cái dịp này thì Diễm cũng xin mời tất cả mọi người cùng đón nghe và xem cái phong cảnh. Và Diễm xin gửi đến tất cả mọi người một cái bài hát về cái chủ đề quê hương của mình. Đó là một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, được mang tên Quê Hương. Quê hương là chung khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dập bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là câu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nói thành người. Quê hương là chung khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dập bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông.